リモコンは。その辺あるわ、あるわ。どれ？私もビビる。何番？チャンネル。サニーブラウン。大会10日目。オリンピックやるか。いや、やらん、あれ。クソやけ。松山くんは取ったで。愛媛のメダリストはおるんやで。あ、取ったん。取ったよ、銅メダル。俺松山くんやん、これ。パーン。ちゃんと見とけよ、お前、これ。テレビ。なんで？後ろやから。いや、横向けや。松山くーんって銀メダルもあったで。頑張ったら。俺も取ってこいよ。うまい。いや、お前が取ってこい。いやだ。数杯取ってきてくれ。頼むけん。勝ちたくねえ。ちょ、勝負しようぜ。何で？なんか将棋や。いや、よし。金もあった。じゃんけんしようじゃん。将棋、いやだ。将棋だ。いや、もう、つけたくない。しんどい。めんどくさい。誰？誰？かっこいい。外人やな。うん、立つわ、俺。行ってこい。俺、ちょい、あれ取ってきてや。オリオンビール。オリオンビールでいいの？ちょっとビール飲みたい。ある？いや、わからん。なかったら、スーパードライで行け。見てー。もう明るくなってきたんじゃん。まだよ。3時やぞ。ジョコビッチ？ジョコビッチって、テニスやん。公式ソングこれ。演技がないんだよ。え？ないと思ってきます。陸上はやっぱアメリカとかエチオピアになるんかな。ててててててて。わあ！フェンシング。荒稼ぎした。フランスに行きも忖度できんかったフェンシング。嬉しいね。しかも決勝フランスやったのに勝った。この金メダルの子は神。忖度すらできんかった。プシッ、おい、審判デジタルだから。こういうにせいや、もう全部 AI でいいんだ、審判なんか。かっこいい。夕日が沈んでおる。自転車も自転車でなんかお前一周多く走らされたとか言ったろうが。あれもどう落とし前つけてくれる。みんな髪おる。何あれ、ムックみたいな車。ああ、もう店にとってボルダリング俺に。決めたー。バレ。でも勝負弱いとこも見せさされたかな。やっぱ世界の壁は高いなって思いました。めっちゃなって夜。4年跳馬何やったっけ、ショルオーバージャパン銅メダル。ショルオージャパンとか言ったけど、お前ら俺より全員年下だったんだが、すっげえ辛いぞ。あと飛び込みの中国の人が相当強すぎ笑った。ドップン、水しぶきゼロ。あれには勝てん。競輪、競輪なんかあれ。競馬、競馬やってた。バジス。お、バジスやるよって。ああ、ありがとうございます。なんかトマトとニンニクの小ネギみたいなのあったけど。うん。あれもうまそうやったけど、とりあえず玉ねぎ。いや、あれ食っていいよ。あれもバード星人にもらっとるやつ。あれうまかった。うまいよ。
はやだ、ひなちゃん。たっていうな。はっ。負けたっけ。いや、あんなん勝てんけん、絶対。チャイニーズ。あ、チャイニーズ。強かった。水球とかマジ意味わからんよな。水球はいいの。いいんか。これうまいわ。これはうまい。レスリングもよくわかんないな。わからんけど強いね、レスリング。うん。シンクロもな、エグいけん。美を競うもんや。いや、シンクロな、なんか俺見ろったんよ。うん。だから、1位が、それまでで、スペインの280点ぐらいだったんよ。中国来たら、313点って出て、うん、え、なんなん、全然レベル違うやんって思いました。そうな。うん。いや、もうシンクロ率がやばかったわ、あれ。中国ってやっぱああいう雑談系は相当強いんでしょうか。うん、しかし、大将が勝った。だよね。銅メダルです。鉄棒。すごいね。うん、いや、本当4年頑張ってきとるってすごいよな。4年も同じことにこうやれるか、うん、スロットができます、俺。俺20年とかスロットやってますけど。いや、そうじゃないよ。スロリンピックやったら俺金メダルですって。夜遊びかよ。みんな優勝ですって。出た、シンクロ。綺麗。日本おすすめ。レキタケン王子、シュッシュアイナスなんで予選敗退です。チャリ。これ何なん、チャリって。競輪。競輪とかある？レスリング。はっ、どう、どう。とっても悲しい。初戦で敗れたもん。これもまたなんかあったやろ、体重超過みたいな。そんなんお前ら許されるんけ。ちょっとずさんすぎんか。俺もこんな声を大にして言いたくないけど、あと XY 問題、それな、両方金にやったで、あれ XY 染染色体やろ、染色体問題、染色体問題がどうなるん、あれ。まあ別にええけど、あれ金メダルやった、両方金よ。それは当然金でしょ。声でかいの、絞れって。じゃあ風、これ何、これボルダリング、これいいよね、これ早いね。セーヌ川、あ、かわいい、この子、この子ユンやったよな、パン屋さんのバイトやで。やけんよ、この子かわいそうやったわ。かわいいね。あんな華奢やのにな。誰この子な。パン屋さん、パン屋さん頑張った、買いに行ってあげて、近場の人。どこ、あれどこ、茨城やったっけ、茨城家。うん、うん、いや相当有名になったよ。あの子はあれやったんちゃう。いやでもあの、初め スタートのとこ届かんかったからやったんちゃう。いやでもなんかあのフランスニキがスタンディングオベーションをしたとかなんとか。その次の競技で一人だけあの頂点まで行って。かわいいな。スタイリッシュ。銀。銀やった。銀やな。そうなの。スケボーもあれはよう、わからんよな。ああいうハーフパイプみたいなスケボーはわかるんやけど、あのなんか、ただシャッて行くだけのやつは、あれよくわからんわ、俺。金メダル。かわいい。かわいい。子供かな？やっぱレスリングいいよね。金や金。
強いね。劣化するけどな。そうなん。いやもう劣化がひどいとかなんとか。劣化問題。フランスが悪いことにしとこう。フランスが悪いことにしとこうじゃなくて、フランスが悪いんです。そんなことな。今日何本？20何個？相当だろうわ。金？メダル数？うん、金が15の。もっとあるわ。そうやった？うん、金16ぐらいね。昨日で16や。あ、そうだ。だから今日3個増えてるやん。やり投げとあれが。やり投げで金取っとん。取ってるやん。え、すご。誰やり投げ、あの女。金20個。金20個え、すごいやん。え、あの女やり投げ金やで。だから和田明子は叩かれるんだよ。トドって言うたから。そんなん言うたらいかんの、バカな。トドちゃん、トドとか。はい。あやなか。和田明子終わったな。そう、あやなとか夜俺もじゃあやられるってこと。え、アッコさん言わんでええこと言うよな、ほんと。生放送やけんこんなことになるんよ。ああ。いや、このね、酒井正明の言い分はわかるで。何？ふわがタメ口使ってきて殴ってやろうかと思った。よく見りゃ妖怪みたいな顔してるな。まあ確かに妖怪みたいな顔しとるから、ふわは。正明やるな。正明はいいね。こいつには共感できるな。さすがよ。大御所やけん。妖怪みたいな顔やから、実際。まあ。アッコはもうあの、何でもええと思ったやろ。自分は何言ってもええぐらいに思ったやろ。え、そういう感じで言った感じじゃないで。ふわ、髪を下ろすとちょっと可愛いやって。ないね。ないな。どこをどう見たら可愛くなるんかが俺はわからんけど。ふわ？そもそもなんであれが受け取んかが俺はわからんわ、うん。Z 世代のお前、申し子みたいなやつなんじゃないんか、あれ。いや、あのちゃんみたいな感じで。あのはまあまだええわ、うん。不安はないだろ、不安は。なんかあるの？冠番組みたいな。オールナイトニッポンです。あ、そうな。結構人気な。いや、知らん。聞いたことないし。そもそもラジオなんか聞かんし。そう？うん、聞かんやろ。聞く。ラジオは聞かんねえ。あ、そう。お、さあどうなる。青王子とか出るんか、閉会式にも。ふわ、終わったな。パリオリンピック2024名場面。これは無課金おじさん出るな。出るやろな、無課金おじ。新時代の幕開け、アポロン、レオン・マルシャン22歳、怪物、新時代の競泳。怪物やね。いや、怪物や。まあ、確かに。五輪新記録で4冠達成、マルシャン。フランスこれ。アウンの呼吸。これやばいよな、中国。これやばいよな。一人見えるもん。え？今二人な、あれ。二人。え？横から見たら。なっ！これ一人で。シンクロシンクロじゃないけど。すごっ！え、なんなん今の。横から見たら一人見える。何？うわーって。ティムに当たって落ちたやつおるやろ、これ。そったな。そんなんおる？ AV からあれ来たやつやろ。そうなん。スカウトが。え、すごっ。重すぎん。61歳、輝き続ける。中国か。卓球？あ、香港やな。わーっと、これ出てんねや。帰化したんか？いや、あれやろ。その国にそいつ出たー、出た、無課金おじさん。かっこいい。これ左の方が殺し屋っぽいね。いや、でも、私は本当金メダルなんだろうかって、無課金おじさんに。メール送ったらしいと。出た。
大技まさかの一言。いや、やっぱあの韓国人女性スナイパーの方がかっこいいやろ。あれかっこいいな、象のあれつけてやろう、うん、のにあれ、あいつの方が殺し屋っぽくない？確かに。でもママさんなんやろあれ、うん、ただ無課金オディはあれや、ただの軍隊や。いや、あれは格好がかっこよすぎるやろ。けど殺し屋っぽくないよな、どっちかっていうと正義やろ無課金オディは。そうなのかな、うん、で隣のあのセルビアモンテネグロのやつが、いや、あいつもやばいよな。あいつも殺し屋やろほぼ。無課金オシは五輪で道具で競うものではないって持論を証明したのがかっこいい。ジョコビッチ、ジョコビッチ金なん、生涯ゴールデンスラム達成、ジョコーってクレーコート、こいつはうまい。いや、ジョコビッチって言ったらナダルより、ナダルなんかお前クレーコートやろ、130キロ級グレコローマン、コロン、五輪5連覇バキの世界やな。5連覇って20年、え、すごない？引退な、いや引退するやろそりゃ。バキのモデルなやつやなこいつは。嘘やな5連覇はやばくないか、五輪20か、うん、確かに。バケモン、やっぱ角田が一番ええな。職人技がええで。何ともえなげ、うん、おいおい、あのお前疑惑のお前ルーレット見せんかい見せそれ出せ や, いやこれあれやから、森ちゃんのあっこの場面とか出してみんや。あかんのやって、出せんのかい NHK フランスの犬か、フランスの犬やな、まだ おいでけえかこれ、ああいうとこも見せていかんといかんのちゃうんかい。確かに問題提起としてな、なあ、あの締め殺したとことかな待てがかかっとんのに愛媛で吠えるチワワ、いや出せよ確かにあれ角田か、あの安倍やったら勝っとったわ。ムカティンおじさんがもうお前 NHK でも言われよると。いいじゃないですか。いいね。エッフェル塔。歌いらんな。競歩。競歩。テコンドーとか。あ、食らっとるや。これは韓国が取るんやろ。さすがに。いや、そうなのかな。日本ちゃう。ゴルフ女子。え、日本代表？代表やろ。カーン。ゴルフできるやんお前、うん、お前あの浮く球浮くね、へえー、すごシャリ捕まえた、いやーよくわからんわ、出たボルダリング、これで金取ったらよかったな、ほんとなあ、わっわっ ダメやったんけ、うん、これは余裕、レスリング、レスリング大国や、金、これ金な、金やな、すごどうやがけどほとんど金や、女子はあれはんスケボー、51歳のスケボー職人、おじさんフリップ、51歳でもこんなんできる、俺もやろうかな、出た中国、いやこれは違うな、卓球来たこれ、どこに負けたの、フランスよ、これもひどかったね、お前ら知っとるか、ラッパとか吹いたりのお前むちゃくちゃやりよったけんのあれ、フランスで強い卓球、え、いいや弱いやろ
ゴリゴリよ。あんなお前もうサッカーか。そうなん、そんなノリやった。いやすごかったよあれ。あれもそう叩かれとるけど。うん。これはラシッド君。こいつ来た。これか。トド。トド言うな。うわあ。が金これ。かわいい。ようトドとか言えるなこんな。最悪やな。トドだぞ。いやマジで。それはアッコに上。せめてお前もうちょい言うことがあるやろ。それはない。さすがに俺もそんなん言わんわ。あの食べてるシーンがあって、あれを見てると寝そべっとって、うん、いやそれでもやろ、言わんやろ普通、うん、すごい言うやろ、言わんって。カステラもぐもぐ可愛いからええんやって、あいつは。なんなんそれ。よっしゃー、亀田っぽい。まあ、トドって言われても金やから。そうよ、うん、金取ったらもうええんよ、英雄やから。で持って帰って市長に噛まれたらええんよ、金メダル。セールが来た。来たねー。うわー、かわいそう。なぜここでやってんの。本当にようやるよな。アイアンドとか言い出すね。ドームのセールがは無謀すぎるんか。もっとあるやろ普通。ないんよフランスは。そうな、うん、うわすごい。セーヌ川のほとりやないんだよ。太腕、金も鳴らし忘れるし。そうな、セーヌ川とか普通にドブネズミ泳いでた、行ったことある兄貴。臭そうセーヌ川。道頓堀の4倍らしいで。そうな、汽車なさ大大概やな。大概よ。垂れ流し、下水、下水垂れ流し、うん、雨降ったらさらに大腸菌が増えるという。泳いだ選手が見てはいけないものを見たって言ってる。うんことかやろな。そうなん。いや絶対やろ。金。いいね。あ、オリンピックって本当いいもんですよね。お前そうなん。20個はすごいな。でも金、うん、インド人が低レベル、ガンジス川よりやばい、うん、これはもう完全にでしょう。いやすごい、独走やん、世界新記録。 PC 汚いの拭きました、綺麗になってます。画面相当綺麗になってます。かわいいこの子。キーボードが汚いわ。キーボードは汚いわ、認める。もうこれはもう無理、これで拭け。オート汚い、ね、いや拭いても拭きよったらこれぐちゃぐちゃになるけど。画面、画面綺麗よな。もう画面は綺麗な、拭いてるもん。 4K みたいやね。お、聞きました奥さん。 4K いただきました。洗えるキーボードってあるの。あ、そうな、ヨット、ヨットとかもあるんや。すごいな、何でもあるな。体重移動、プレステ5あるやん。あるよ。何やってんのゲーム。何もやってない。あれあるん、逆にプレステ5のソフト。ヨット金なん。え、いや金じゃないやん。卓球出た、シナコ、孫エーサ。強い。いや1位の、世界1位の。そう、丁寧ちゃん。丁寧なんかもうお前引退して、お前大学通う夜は。丁寧の時代じゃない。丁寧はでもガチやけん、丁寧姉さんは。でも今はもう一線退いとるけん。軍隊やけんな、中国の卓球って。そうなん。おうよ、丁寧。あれ入れられるけん。あ、もう課金欲しい。出た、ちゃうし。初老ジャパン
近代射撃、近代五種みたいなのなかった、ね、さっきの射撃じゃないよ、エアーなんとか。でもあのムカキン越しのあのポーズ結構みんなやりよったっていうのを俺見たんやけど、どこのやつらが、いや、いろんなやつらが、オーストラリアとか、うん、フランスとかもやりよったで、あのポーズ。まあムカキンミームって呼ばれよったわそう、うん、ムカキン王子ね、はい、まあ本物やからな、ちょっとあれが一番バズったんじゃない、このオリンピックで。そうやな、まああの、まあ、俺は森ちゃんがバズってほしいけどな、残念ながら。ムカキンは全世界に擁護してもらいたいわ。え、何のやつこれ、ん、何のやつ、あの崖登りみたいなやつ、うんうん、森ちゃん好きなパン買いに行きたい、パン屋さん、うん、応援したい4位っていうのがかわいそすぎるわ、あれやったらせめて銅メダルぐらい上げてもよかったと思うで。え、ざーまー、フランスマジでもうフランスアンチになった俺、今大会で。サッカーはええやろ別に。いや、許されるもんではない。バスケとか柔道だけやろ。キスケにボルダリングないん？あります。あるの？やろうかな、やりに行く、ボルダリング明日行くか。本当にやる？やらんやろ。やらんな。スペインもクソじゃない？スペインもクソやな。でもまああのえ、スペインのサッカーが悔しそう、張本キュン悔しそう。まあでもまだこの子は若いけんな、25の時の来年ロサンゼルス、ロサンゼルスオリンピックで輝いてくれるじゃろうきっと。バリュー、それまで待とう、うん、中国にも勝ると思うよ俺は。張本君は男子、うん、ダメだね、シングルならダメだね。閉会式前に眠くなってくる。いや俺冴えてきたで、逆に。んじゃあブレイキン金、あい、アミ、アミ、アミな。このフリーズが一番かっこいいよな、こうピタッと止まるんだ。あーみー面白かったね、これ。アミちゃそうやっぱフリーズよ、もうフリーズってだけでええわ。ハートとか作らなくていいんですよ。わざ知ってんの、田舎の特権。だって別に叫んでもええしな、この辺、こういうんでは叫べんのよな。そしてそうな、松山君来たら叫ぶで俺は。ああ、女子か。男子はブレーキン、男子はダメやった、頭だけで回る。現地民かと思うぐらいすごいね。走り幅跳びとかもすごいよな、あれ7メートルとか8メートル飛びよったで。早田ひなちゃん、あ、美和ちゃん、俺は頑張って。妹の方が好きや。あ、妹の方が可能性あるんじゃん。涙は出んよな、こんだけ圧倒的にやられたら。妹結構前線してなかった、そうったら、うん、何これ、ん、五種、近代五種。いや分からん、近代五種な。近代五種銀取っとん、すごいね。あのあれ持っとん、何か知っとる、あれ何あれ、あれ何か分かる、知ろ、銃、え、公式ポスターが、うん、どやー
アメリカかよ、優勝。まあそうなるよね。サッカー？俺は日本の方が強いと思うけど。いや、やっぱあれやったよ。なんだかんだアメリカに1対0で負けた日本は強かったと、うん、結構すごいよ今年な。あ、これ森ちゃん。かわいそう。パン屋さん悔しかったやろな、かわいそう。けど3位ってそんな僅差やったのか。3位じゃないし4位やし、どう取る取ったら俺もこんな騒いでないし、うん、まあ柔道をもっと取れ取ったし本当やったら。まあな。そう、あのルーレット出せや最後に。晩節汚してこいや。出さんやろ。なんで出さんの。リネールの自国の英雄のとこやん。ちゃうん、ハイライトで出したらいいですやん。出してよあれ。やめろ。いや俺は言うで。なんで俺らが我慢せないかんの。フランスもおてんと思ってるんや。ああそれやったらまあええわ。かわいい。あれが小僧ちゃん。やめろ。わあ。トドって言うな。かわいいやろ。お、切れるでこれ。やり投げの子帰ってきたらあっこに切れてええんやないん。そうね、あっこより価値があるからな。あるな。普通に。まあでも金取っとるけん別にアッコが何言われようがええやろな。大将アッコ謝るな、そういうつもりで言ったんじゃないんすよ。まあただただそうやって言うだけやろな。じゃあなんで言ったんですかって。いや逆にどういうつもりでじゃあトドって言ったんですかって。可愛いと思って言ってたよ。あ、トドは褒め言葉やと、うん、褒め言葉やね、トドは。ゴールデントド。トドちゃん可愛いやろ。お前あれ金メダル取っとるからお前アッコも許されるとこあるぞ。確かに負けとってそんなに言われたら切れるやろな。響き豚みたいなもんよ。あれアニメやろ。トドって言葉出さず保存の壺盗まれそうって言うんだろう。あ、そっち。あ、でもこれイオルとやり投げの可愛い北口声可愛いな。あ、違うんかこいつは。え、こいつやね。あ、金めっちゃ鳴らしよるし。こいつが相当ノリノリやん。可愛いやんみんな。可愛いのにトドっていう。それはマッコがいかんで。なんなん表彰台相当かわいいやん。みんなダンシングトド、うん、やめてそういうこと言う。かわいいからええんだよトドは。そやな、うん、俺はアッコはちょっと懲罰もんやけど。そやな、アッコはトドはかわいいから許す。あ、来たぞついに。いいね。でももう帰っとんやろ最初の方にやりよった人らは。え、そうなん。帰っとるやん、ま、だって閉会式まで。いや、 帰国しとるよな。みんなかわいい。トドタソウが来た。え、騎手やろ閉会式の。え、すごい代表やろ。そんなんにトドとか言ったアッコはお前懲罰もんやろ、うん、そうね。かわいい。めっちゃかわいいやん。トドタソウ最高やん。おい、まあアッコもそんな叩くことではないな。アッコはもう許そう。不安は許さんけど。うっせやな。よかったのはアッコ、金取っとってくれて。本当やな、うん。女子の他の人はみんなスタイル良かったから関係ないでしょ。パワーが命ないけん。パワーが勝負や。そう、パワーが勝負の
ね、種目なんやけん、それはファン。しかもあれやろ、あの子あれやろ、海外であれしてんねやろ、修行してんねやろ。あ、そうな、うん、へえ。やけん金取ったやろ。そうやね、ブレイキン。次元にして頂点ってやつやろ。もう出んのやろ。ロサンゼルスではもうなくなるとかなんとか。あ、そうな、うん、もう無理らしいよあれ、うん、もうないんけ、うん、アメリカが許さんらしいよそれを。ああ、そう、うん、なんで日本に勝てんから。そうよ、ビビっとんよ。銀、まあ、ボルダリング金、ボルダリングはあるやろまだ来季。なんか卓球もなくなるかもみたいなの言おったぞ。ああ、そう、次中国にあの独占企業でまあけどそれの後に変わるあれがあるんじゃん。まあしょうもないやつやろ。まあ その競技が出てくるやろ。まあ別にもう中国的にはもう世界大会とかでええんじゃない、うん、オリンピックじゃなくても別に王者さえ守りよったらええって感じやろ卓球はな。17日間やったんか。なんだかんだ楽しかった、ね、いかん最初からか。まさかジェンダーレスおじさんとか出る最後の晩餐とか出ちゃう。これは、うん、マラソン。マラソンやね。編集するなぁ。めっちゃ、これはめっちゃケアしてるやん。レスリング、うん、うん、早い、桁食ったすごいデスロール、わぁ日本金、カメハメハ、すご、嫁すっげえボコボコになっとる。あれがやっぱり、これは競輪、競輪こんなんあった、もともと競輪なんかあるん。あるで。そうなん、うん、え、だってあれあいつもセンシティブやないんこれ。競輪のあの中野なんとかっておるやん、うん、あれももっとこれオリンピック選手。あー、こけた。え、あと女のやつもおるやん、競輪選手。いや、センシティブやろこれ。そうか、あの服が水球、水球とかこれもどうなん。え、うわ、チャイナ、すごー、金。何やったっけな、あれ思い出せんな。高一？違う違う、中野高一よ。え、知ってるやろ。知っとるよ。あ、バレエ来た。バレエ面白いわ。いや、バレエいかんかったやん。まあな、けど強いやん、ね、強かったやんけどな、うん、何、イタリアが金な。イタリアはね、もうサッカーじゃないんですよ。勝てな強じゃない、うん、金取ってる。サッカーじゃないんですよ。俺はマラソン。マラソン。鈴木は先頭集団に追いつきます。いやもう、エチピオばっかやん、絶対これ、ジャマイカとか。そら、勝てんて。学校に行くに10キロとか歩きようやけん。お前、無理やろ。そう？しかも、あの炎天下の中やろ？無理でしょ。歌ちゃん、レオランドかな？ば、金、金よ、すごい嬉しそう。やっぱ4年間のあれは相当すごいんだろうな。俺もスロリンピックの4年間貯めてみようかな
金メダル欲しい俺も。取りました。かっこいい髪型。この4年で成長した。してない。40歳の時何しとったかとか覚えてないもん。なるほど。けどお前は新しいゲームを何かやってる今。そう、4年間ゲームしてきたけん、これ。お前ら。なんかいろいろ。スロットは？スロットはまあ、どっこいかな。チャラ。チャラじゃないな、負けとるな。100%。なんかね、スロット。面白い台。新台。新台？うん、ないよ。今はパチンコよ。ユニコーンと北斗よ。うん、北斗はちょっとおもろそうやけん、俺やってみようかなって思うわ。北斗10。俺な、消防のやつやろうかな。延々。延々は俺アニメ見たけん、最近。面白い。ちょっとやりたいと思ったよ、パチンコ。スロットは嫌やけど。スロットしかないじゃん。いや、パチンコもあります。ゴスロやろ。ゴスロでええと思う。永遠のパチ 50% と 50% 通したらあれ時速5万発6万発あるけん。あ、そう。5回転で決まるけん。5回転っていうか転落式の5分の1引くか、うん、2分の1引くかの勝負やけん。永遠のパチそれ。そう。あれ相当早いで。スルーじゃない。え、早田ちゃん閉会式までいたの？こうやって決めた。本当やったら帰ってもよかったんやけどなっていう話か。帰った方が良かったんちゃう？早田ちゃんの左と右の腕の違い知っとる？めちゃめちゃ違うけん。時計聞いてる。左だけムキムキやけん。なんでな？ん？左利きやから。そう。うまいな。大手やばいけんあれ。右とかもう全然違うけん、右と左。アミ？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 初代王者。ブレイキンしてくれ。目の前で。森ちゃんは？森ちゃんはどこなの？やっぱスケボーの解説者はダメだ。あいつ好きやけど。スケボー？チャラいやつ。何やった？ゲジルやった。何やったっけな。それゲジルやない。そうやったっけ？あ、違うわ。それあれや。BMX や。終わってほしくない。終われ終われ、もうもう選手村とかお前どうにもならんぞ。ほんといやもう無理やろ。お前どんだけお前みたいなやつやろ。いやエアコンなしカーテンなし。え、というかここセット入る、うん、エアコン効いてんの？効いてますよ。何度？26度。この全体でやろ。もうちょいやキンキンにしろ。いやよ痛い。いや俺やばいんやって、あんま下げすぎたら。あ、そう。いや、暑いか？いや、暑くはないけど、なんかその、冷気を浴びたいや。うるさいよ、お前は。じゃあ、もうマスター行けや、あっこ。あ、そう。あっこ行ったらガンガン効くわ。やっぱ、飯はまずい。おフランス料理？あとな、バスも道に迷うらしいぞ。うん、それで遅れた選手もおったとか。タクシーを使うんが静着だ。え？スローもない。娯楽もない。うん、ないよ。トイレも、あ、シャワーも10人で浴びなあかんとかあったんちゃう。ロスは大丈夫よ、さすがに。物価は高そうやけどな。パリはもうな、終わったな、今回で。いや、マジでフランスはカーブを落としたと思うわ。100年後もない。もう100年ないやろな。100年ないな。ないな。東京がもう一回周知できるレベルよ。こんなもん。誘致な。あ、誘致。誘致レベル。はい。でも、東京はな、コロナ禍やったからな。そうなんや。2020年やったのに、2021年にやらされたんがもう間違いの始まりなんですわ、ドン誘致ね。はい。日本でせんでいい？けど、エキスポあるで、来年。いや、日本や。万博。
遊びに。万博もできないのやるんだよ。万博やるやん来年。そういやあれやない、うん、JP さんのとこやない、大阪やね。大阪やん、またやん、来ればいいやん。いつ何やろう。お前ら JP さんのとこで万博あるらしいぞ。間に合ってないやろな工事。どうなん。いやーキモいやろ。あのミャクミャクくんが知ってる。知らん。なんそれ。マスコットキャラクターや。それ出して、画像出して俺が判断するけん。そのミャクミャクくんも知らんのお前。知らん。なんかやばい、やばい、きしょい、きしょって言う。俺きしょって言うわ。お前が嫌いなタイプよ。ほんと見たことあるやろ。いやもう覚えてない。え、そうなの。うん、どれ公式キャラクター。うん、ないな。画像はあるか。Eテレでやる。Eテレって なんぼ。え、キモえ、これあれやん、俺が今日やりよったあのなんか気持ち悪いやろ。啓蒙が溜まって、あのお前これあれど。え、こんなんばっかあるんだ大阪に今。いや今日まさにあの産地が削られたやつやこれ。キャラキモ。岸田さんキモいつうかキモいよな。いやキモすぎやろこれこれがマスコットキャラやから。大阪のいろんな至る所に貼ってある。バケモンバケモンよ。バケモンじゃない、もともと由来は。あ、そうな、脈々は。いや今日まさに進化する目が潰れたやつやんバケモンって言ってたでみんな。いやな、なんかあるんじゃん、その生態系の遺伝みたいな、そういうのあれが。わざと気色して炎上でバズらせようとして滑ってるという最悪なパターン。なるほど。ただあの遺伝子みたいな、そういうのの意味合いがあるらしいね。あ、 DNA、 DNA とかそういうの。ちょっと待って、 E テレって何度。 E テレ、いやなんかあれなんやけど。いやチーカーの方がマシやろ。尻尾にも目がついてる。マジか、尻尾なんかないぞ。うん、いいね。話もあるで。俺 NHK で、ね、パリ2024、この度は私の不用意な発言に不快にさせ傷つけてしまった方が多い。誰。川口由美です。誰なそれ。なんかさっきの大衆批判フェミニズム。何それ。いや解雇はやりすぎじゃないやろ、これぐらい思い知らせないと。これでええんか。始まりますよ閉会式が。来た。おい朝栗出たぞ今けど一発であの退社ってむごいよな。大学の経費返せって感じやろ。いやまあ言ったんが悪いけんな、言わんでこと。一発で1000万ぐらい損してるで。まあええんちゃう、もう復帰無理やでこいつ。フェミあっち行ったらええんちゃう、無敵とか、はい、そっち系にああ AV 系無理やろあの顔は。あ、そうな、うん、知れてるわそれか。でも額があるやろ大学卒やったら。ないね。ない、うん。じゃあ無敵よ。無敵か、無敵艦隊。そうやろな、ミニオン。綺麗ね、遠目から見たらセーヌ川綺麗な。いや汽車ないけん中はね、遠くから見たら。確かにな、こうやって夕日に見たら綺麗ね。綺麗かな、セーヌ川のほとり。いや都会やなやっぱり。そうか、あんま高い建物ないで。建物の高じゃないんよ。そうそうやな、ただ綺麗く見えるよな。うんこま出た。ガロガロ来た。これこれが、あ、ジダン、ジダン出とったんや。ジダンが出てる。ジダンだけは俺が分かるけんな。ジダンが、ジダンだけは一瞬で分かるぞ。分かるね。お、リネールちゃん今。お、リネールよあいつ。英雄が、あの英雄
あいつ弱いよな。あいつなほん、いやでもあいつは常に日本に来て修行しとるらしいけん、うん、俺は認めるよ。まあまあそういうとこは、ね、やっぱそういうとこはやっぱ世界王者なんやなって思うわ。ただリネールは王者じゃないよな。ソプラノ開会式始まりましたか。誰こえジェンダーレスおじさんズコーズコーヘボー。いやーこれでもちょっとあれやで、センシティブやで、あの服装は。そうやね、もうちょっとしたらって感じやん。知らん、すわからん。センシティブやろこれ。食い込み具合が V やん。ただそんな可愛くないな。まあそれはまあ言ってやるなよ。ダメだな。いやでも風とかの影響もすごいでこれ。ああ危ない、危ない。トドトド言うな。トド、トドたそう。いやでもまだ来るで。ダメだねこいつは。サブチャンネルになるぞ。チャンネルボタンの上を一回押してください。そんなんあんの。誰誰、なんか邪魔なやつがおるんやけど。なんでなんこれ。サブチャンネル嫌なんですけど。やめろ、ちょっと待て。おい、いやこれ今開会式や。スワオジなんかいらんのよ。え、これ閉会式やろ。もう閉会式やろ。可愛くないやろ。みんし、シワ押しなんかいらんし。あーでもまあ向こうはもう夕方ってことか。何時間遅れとんど。6時、6時間ちゃうやろ。もっと12時間か。12時間遅れとんやったら8時間ぐらいか。やばいやばい、もう切り替えないかん。なんで。いやだってサブチャンネル夜も、あええわ、手話王子ご覧になった。8時間やったら、うん、5時ぐらいか。いや4時やろ。ということは高画質。そうか、え何時、8時ぐらい。うんうん。いやいやもう切り替わっとるけん、手話もおらんで。こういうんでええんよ。開会式もこうやっとったらよかったんちゃうんか。風の演出が風がなびいてる、風がなびいてる。しょぼいなぁ、金かかってねえな。フランスといえばあれか。ん、誰か来たぞ。マクロンか。まさか英雄か。何なんこの球体は。地球や。誰英雄や、水泳の。え、そうなん。え、五冠のやつ。マルシャンや、競泳やな。え、こいつフランス人や。四つの。それやったらリネールさんなんちゃうん。分かっとんねフランスも不正は。そうだ、もっとお前あれでやれや、90出せや、プラスルーレット出せや。ここで出さんやろ。遠隔ルーレット。遠隔ルーレットじゃないわ、あんなお前動画を流してるだけよ。最初から決まっとる。好き、あれの演出好き。好きよ。悔しい。悔しくないね、もう分かっとったし、リネール来るって。俺はそうな、悔しかろ。あれな、シュワおじとか映った。お前ら、俺映ってないんだが。
球がどうなるんこれ。消えました。消えたらロスへ向けて。そういうことは言わない。いや、ロサンゼルスへ向けて。あ、ロシアって聞こえた。次にスムグンド。なるほどな。え、けどロシアも出てたよな。出てなかった。出てないよ今回。ウクライナは出てたんじゃん。それはウクライナは出るやろ。ロシアは完全に締め出しやろ今回。そうやな。あ、聖火あれ。まさかあの小さな種火は。次ロスへ向けて。やばい。ロシアに向けて。あ、相当ちっちゃい。こんなもんやで。ああ。ヒロさん、ちょっとこの部屋がちょっとキンキンになるまでちょっと下げる。いやよ。嫌い？そういうの。種火を見いってお前は。いらねえ。熱いんか。いや熱くはない。お前太いけんよ。俺全然熱くないもん。え、俺も涼しいわ、涼しい。じゃあ下げろ言うな。いや、なんかね、ちょっと冷たさを感じたいんや。わかる？わからん。ちゃんと見いってこれお前。最後の成果やぞ。いらねえ。英雄やん。確か壮大ではあるな、うん、このスペースは。あれを感じるわ。ジャンヌ・ダルク味を感じるわ。ジャンヌ・ダルクってフランスなの？フランスやろ。へえ。マリー・アントワネット。フランスの英雄？ナポレオンは？フランスの英雄です、うん、ナポレオンは寝ない？ん？寝ない。卵ぐちゃってやるんは誰やった？立てるために。そうだね。誰？シャルル・マーユ。コロンブスよ。コロンブスは、そうなの？そうよ。コロンブスの卵では。どうせあれやろ、ドントテルミー情報やろ。知らんわそんな。ドントテルミー荒い情報やろお前ら。いやあれよ、あのオートクレールとかそっち系なんちゃうん。何ドンテルキッズかお前ら。結局はローランの歌。そうや、ローランよ。あのローランの領事誌とかオートクレール。いや、ドントテルミーの好きなのは日本の村の殺人事件とかを解説してるやつが好き。あんねんで。すごいぞこれ。わあすごい、オーケストラ。ボランティアらしいです。ボランティアでここまでの演奏ができるか。うんー、これもアッコやったらトドとか言うで。トドやろこいつは。いやいや、閉会式は天気良さそう。アウシュビッツ100万人虐殺。やめって。もう何がな、お前は怖いんか、ナチスが。いや俺はナチスはあれやで。何？あの見とるよ。何よ。いや閣下の、閣下の、閣下はあのパチンコモンキーターンに不服があるようですとか、そういういろいろなやつがあるんや。プル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 ってこう、わからん。知らん。モンキーターン。閣下が切れるだけの動画。なんとかなんとかって、なんとかだけで分かったものだけここに残れって。やっぱヨーロッパはあれやな、昭和の面白動画よって。大嫌いだって。タイ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 サーガって言うけん。チクショーメンって知らんわ。ダサいし。YouTuber。ん？まあ YouTube で見たら何ぼでも出てくるわ、あんなもん。YouTuber な、それ。相当おるやん、これ。何万人これ。そんなにおらん。1万人ぐらいじゃん。
フランスの国王か。ん？マクロンやない？マクロンやろ、どう見てもあれ。バッハ？バッハではないんか。バッハは悪。ダメだぞ、フランスは。成功してないぞ。もうダメだ。バッハとマクロン、お前ら失敗しとんぞ。嘲笑の的やぞ、今の。俺らが言うもなんか。フランス軍。ん？来た。フランス軍。中杯取ってきてほしいな。お前行け。取ってきてもらえたら嬉しいんだが。行こうか。コーヒーある？ん？コーヒーあるよ。何コーヒー飲もうとしようっていうか。アイスコーヒー。いや、いかん。前はビールや。ビールある？あるよ。あ、じゃあ取ってきてやるわ、俺が。取ってこい。出なん、こいつ。じゃあ、まあ、よろしく頼むわ。閉会式、お前、ちゃんと、あれしとけよ。来ますね。実況して。国旗が上がりました、今。飲ますね。みんな飲んでないの？じゃあ、冷房キンキンとか、リモコンがね。酒持っていけ。うん、外寒いんやけどな。え、ひろゆきいつも飲んでない？あ、デカビタ飲んでる。デカビタを買いに行け。そっか、ひろゆきはテンション高いか。オーケストラな。え、ゲーム実況やるよ。もうすぐモンスターハンターやるよ。ひろゆきはマウントを取りたいんだよ。いや、配信者っていうか、俺はもうただ単にモンスターを狩る人間になりたい。ただただモンスターを狩るっていう使命を。テレビさん、長かったんですけど、何やりましたよ、これ。あ、いいよ。キリン特製レモンサワーっていう、この 7% の。あ、いいよ。相当。濃い？いや、これストロング系でしょ。そうやな。7% っすよ、7%。え、多いね、それ。いや、多いやろ。ビールは何パー？ビールなんか 4% よ。4.5% よ。で、この氷結果汁で 5% なんで、それの上を行く素晴らしいキリン特製レモンサワーっていうね、このうまみレモン純沢仕立てっていう、これは来とるで。ストロングよりちょっと緩いイメージか。強いね。さあ、どうなった？どうなってない。そう、通るなぁ。やっぱり、コーヒー閉会式まで、コーヒーあるけど、お前には飲まさ。なんで？いや、お前は。いや、っていうか、コーヒーを飲みたかった。じゃあ、それ、取ってこいや。え、そのコーヒーいる？どこにあるの？冷蔵庫の中あるけど、飲みたいやつ取ってこいや。光をくれ。暗いやって、ようあるけど。やめ。オリンピックがギリシャ発祥とか言うけど、本当に第1回大会ってギリシャやった。そもそもオリンピックが始まったんていつからなんですか？ちゃんと残ってるんですか、公式に。7でギリシャから始まったとか言うだけなんじゃないんでしょうか。それはさすがにあれバカすぎ俺。壁画とかあるから。へえ。やばい、でもみんな帰っとるけん全然おらんし。日本人だってほとんどおらんやろ、これ。
いやもうオリンピックの権威も下がったなこれ本当。柔道ももうええんちゃう、もう柔道じゃないし、ベースボールでええんちゃうか、ロサンゼルスとかベースボール復活するやろどうせアメリカやけん。ボランティアらしいです、いっぱいある、キプロス諸島柔道よ。いいんだスマートフォンとか持っとっても。金メダル持ってる、ノリノリだ。ドミニカ、ラボン、ラボンヌ日本人はどこで来るの。お、グレートブリテン、わあいっぱいいる、応答いっぱいの国でやっぱやってんだな。出ました、日本来た、やり投げの、やり投げの子、北口遥か選手だ。緊張してる。ダンスの人だ。わいは金やけどなって思ってるやろな。えらいでー。おはようございます。こんばんは。すごい多いな。金とか銀とか掲げよるわ。あ、かわいい。あの銀メダルの手振ってくれた子、かわいい。スマートフォン。美人さん、おじ丸だし。かわいさは正義。そういうこと言うな。トゥトゥー、これはどういうことがあるの、閉会式って。ぐるぐる回りよんか。ん、あった、ブラック、ブラック、これな、いちいちな、3本ぐらい飲む、ブラックを、いや、ブラックっていうか、ブラックコーヒーを3、1.5 リッターぐらい飲む。それはあんまよろしくないな。そう、よろしくないけど、うまいんだよ。よろしくないよな、お前ら。え、ブラック 1.5 リットルはマジでうまいで。さすがに君たち、いや、やばい、ヨルド、やばい、カフェイン中毒だいぶ飲んでるっていうか、めっちゃうまいんやけど、ブラックコーヒーが、うん、あれあれ、奇襲やぞ、あ、プドタン、プドタンアッコ、アッコの、やめって便乗していくけど、プドって言うな、無糖やったらええつーか、ブラックコーヒーがうまい。お盆ぐらい好きにしたらええじゃなくて、こいつは日常的にやるよるって言うんど、1日 1.5 リットルのブラックを。そうそうそう、逆にお盆が酒飲みすぎ。ああ、シンフォニアバチロボーが死んどるぞ、うん、お前あれ言ってやれよ、お前勘の子もらったんやけん、助けてやれや。負けてたね今日、見てるよ。お、これはちょっとお前明日があるやろ、大丈夫。シンフォ君、俺はいかんけどな、明日休みやけど。君はもっとあれするんだ、もっと打つんだって、うん、もっと伝えんかい、シンフォギアのゴミ坂ゲーム。なんだ、そんなに面白いシンフォギア。まあ、いや面白いか。結構出る？出るときは出るかな。
いやもうやめとけって帰ってこいって四国君来いって東京より。いやダメだ大阪行け。スーパーキスケパフォン来い。大阪に行くんだシンフォ。俺が待ってるぞ。そうな、うん、お前おらんやろまだ。あそうやな。じゃあ愛媛来てから帰りし JP のとこ行けやじゃあ、うん、大阪あ大阪じゃ愛媛来てから大阪行こう。東京があるじゃないわ。お前が行ったやろうが千葉で東京のこと悪く言うなよ。東京が悪いんだよ。いや大阪行ってこい。じゃあお前バード星人もお前迷惑かけんなよ。お前バード星人に大満足してないか。いや君は大満足してないやろお前。ボロボロのサルトやろ。いやスーパーキスケパオに来いって。もうそこを離れて早めに。東京がダメなんなら俺が救ってやるけん。帰り道のあの運転はしてやるけん。スーパーキスケパオでうちをやったら来てんの東京。いやちゃうやろ。またホテルまで送ってやるけん俺が。そんなにけど愛媛も勝てんぞ。いや勝てんよむしろ負けさすためにこさそうとしてるんだもん俺は。あそうな。そう今どこが勝てる、どこっつうか何が勝てるの、そのパチンコとかスロットで。どこも勝てんけん。あなんか大的に一番そのスペックが軽いやつ。今一番いいんは北斗やるな。スロットの。うん。いや違う、パチンコ。あそうな。スペック的に。東京でダメなら愛媛でしょ。ちょっと九州帰る前にどうですか。ダメだろ新宝ギアのあの地元は。負けだろあの店は。いやそうでもないかもしれんぞ。そう なんかかかりよるぞ。ドゥドゥーン。ラッキートリガー。お、何何これ。どここれ。そしてこちらは 100m のスタート地点第4コーナーの入り口から選手たちが入ってきています。誰だこいつら。地域の旗を持って入場してきていますね。フランス。だから。ドゥドゥドゥ。全員帰りたいんやろな。そうやろな。カナダや。いやもう帰りたいに決まっとるやろ。はよ。あーあーってまたあの選手村かやって帰りたくねーって。暑いし実家帰りてー。フランスのやつらええわいの。クーラー効いとったやろ。吸いとるで俺。効いとるで情報通からフランスのとこだけは飯もうまいし地元だけにエアコンも効いとったんでしょ。地元ビーキね。ありますあります。やってくれるなぁ、ほんと。選手村も暑くて、公園で寝てたやつもいる。そうか。おいよ、金メダリストがやぞ。そんな暑い。ちょっと愛媛ええよなぁ、涼しいから。ほんと？この辺がな。ああ、そう。昨日の朝、今日の朝か、うん、めっちゃ寒かったでしょ。エアコンつけてなくて。エアコンつけてなくて窓開けとるだけで最高の風が入ってくるけん、うん、今な、うん、涼しいよ、ほんと。26個。アメリカとか相当やばい、知っとるメダル。いつも通り。何本あるか知っとる。35ぐらい。バカ、100な。100オーバーやけど。それ全部合わせてやろ。全部合わせて。えまあ、いっかいや。そうなんすか。何も知らんな。ええー、それに続くんがロシアやったよね。でもそう今回なかった、うん、中国とか、まあ、ロシアとかやった。昔はあれやで、 UAE の時代は一番強かったよね、ロシア。にわかキュン俺、うん、にわやったん俺。そうやで。やばいなこれ。可愛い子多いなやっぱ。リネールちゃんよ。リネールとかどうでもええんよ。
なんかていうかお前みんな残ってるやんけ。リスペクト来たこれ。イネール君が。イネール君。ちょっと待って、本当にそんなつぶやどるかとか見るどる。いや違う、さっき言ったやろ。え、何これ。ツイッターやってないから。リネール。ボンバーイエー。ボンバーヘッドイエー。ちょ、リネールのツイッター交わしに行こうぜ。みんなで。何の人あれ。あれ。金金金金やでー。ワイラー。あれは無課金おじさんおらんの。無課金おじさんも帰っとるやろ。北朝鮮の人すごいアピールしょる。かわいいな。君たちフランス人多すぎやろ。リネールやめろ。実家やけんて。いや今回に関しては俺中国も韓国も北朝鮮の人もアジア枠として我々同胞と見るね。逆にフランスにヘイトが溜まったわ。なるほど。敵視？フランスを。敵視取ったな。アジア圏で一体感になったような気がするわ。今大会は。フランスはな、ヨーロッパから向けられとるから。あ、そうな。そうやろ。しゃあないやろ。ノルウェー。ノルウェーも金取ってる。すごい。やっぱ、フランスとドイツはやっぱあるねんな。うん。え？プエルトリコです。すごい太ましいな。どここれ？分からん。審判のヨーロッパ B 級がひどかった。ヨーロッパ B 級じゃないんですよ、シンフォギア坊さん。フランス B 級。フランス B 級なんです。ヨーロッパじゃないんすわ。もうすべてが。9割あのルーレットだけは俺許さんで、ね、マジで未来英語を語り継いでいくわ。これ子孫にまで残すわ。あのプラス90確定名。うん、はいはいって、はいはい、9090って子孫。確かにフランスはあの逆輸入するから、確かに身体能力はいいよな。そうな。そうや、エンベパも逆輸入や。まあ確かに。で、あの辺をまあ次男だって移民の子やけんな。まあそうやな。どこか知っとるか。どこの移民か知ってます？アフリカや。アルジェリアな。うん、アフリカや。エンベパもやで。ピクッ。プラス90だけ露骨に多かったのも笑った。それな。まああれ、あの動画やけん。最初からもう90って止まる動画流しちゃっただけやけん、あれ。あれを本当にルーレットやと思っとるやつなんかもうおらんで。植民地が多いんか？元フランスって。植民地のとこから、ビデオスロット。それはなぜか。リネールだけアップしよったんが、それが物語っております。横のお前金髪の女は棒立ちやったけんな、こうスンって。なるほど。動き回りよったねリネールは。おーんってなったわ俺あれ見た時。ほんまに？うん、やってやるぞって、ワイワイワイやでって感じたもん俺。え、ケツ浮いた？お前は陰謀系 YouTuber やな。騙されとる。まあそれを見たんやけど俺も。何？フランスの陰謀？あると思います。あ、日本来たぞ。来た来た来た。ジャップ。来た日本。俺は日本しか興味ねえんだよ。ほんと来ましたよこれ。はいはい、来た来た。これセンス、センス。誰？まあそらな、撮影するわな。4年に一度ですから、45個。
名前すごいね。あれは森ちゃんか。あれ森ちゃんやない。違うやろ。ちゃんか。あれレスリングやろ。森ちゃんか。森ちゃんなんか。違うみたいです。違う。森ちゃんじゃない。藤波。え、森ちゃんじゃないの今。え、3位になった金メダル。うん。メダル数、メダル数、メダル数。あれはあれあれ誰。お、日本3位になってるやん。オーストラリア抜いて。嘘。うん。3位。え、3位。金メダルの数ね。すごいやん。すごいね。すごいじゃん。オフランスに勝ってるやん。はぁー。オフランス、オフランスシーン、ね、ダメだね、こいつら。マリアントワネット悔しいか。ザンビアが。しかももっと本当やったらもっと取っとったぞ。うん、確かに。うん。まあ、忖度をやっても、なお、これぞ。世界3位すごい。俺すごい。世界3位すごい。すごいね。ワイラもすごい。そう。お前らもすごいで。ほんまやな。20個すごいな。やってくれたな。オフランスはね。オフランス何個 ?16 個。あらら。あららあんだけのことして。あんだけ不正して。よう、それで、ワイラもすごい。俺ら優勝。あれ、なれるな。あ、そう。7000万人な。あ、そうな。ふーん。確かに、中国、アメリカに勝てるのはいいけど、日本3位。すごい。俺すごい。先進国で3位。クソヒロオリンピックって。金20個取ったから優勝です。みんな優勝です。俺何もしてねえ。言う。お前はあれだから死んでくださいって。お前何もしてないから。あれやな、一番被害こもっとフワやな。フワやろな。ていうかやらんでええことやるけん、そんなことになるんや。バカが。なんでそんなんする。フワとあのアナウンサーやな。アナウンサーもバカやな。アナウンサーも関係ないけど、オリンピックは。それはもう普通に炎上しただけやな。韓国はやっぱあの射撃手だけか、有名なところは。いや13個やで韓国。でも金13取ってんやけん、大したもんやろ。そやな。アジア圏結構すごくないか。すごい。だってこれ、中国40個も取ったの金、うん、すごっ。所詮な。いやもう全然違うな、2位と3位で。まあ、アメリカ、中国と、あとロシアがおんねん、本当は。ああ。おったら。オーストラリアってすごいな。うまいな、オーストラリア。なんでオーストラリアこんな取っとん。水泳ちゃん。ああ、うん。イアン・ソープ。イアン・ソープの時代からの。ええー。いや、イタリアとかは雑魚いんですよ、スペイン。王子強すぎん。王子な。カナダも強いな。まあ、人が違うから。人口が。韓国かドイツに勝ったんもすごいな。で、そんなね、アジア強くね。お、なんかやりよる。誰と。人口が正義。今日日本が一番比率的に多いんじゃん。こういうのがいいんですよ、こういうのが。なん、比率的に多いんじゃん、日本。まあ、日本なんだかんだ1億人ぐらいで20個やろ。アメリカよりかは比率多いやろ。うん。もう帰りたーとか思ったやろな、これ。なよ。卓球は早田ちゃんはおるんちゃうん。アミはアミ。オーストラリア2500万人。へえ。まあけど。でもアボリジニはあの、モコヒさんの。そういうのも考えたら、もうちょっとなんじゃない。ああ、日本が最下位。今のところ。まあ、東京だけでな。あれ何人おるんだ。1400?800?1000 おるだろ。あ、大阪か、800は。早田じゃなくて、早田な。森ちゃん映ってた。森ちゃん。え、どこどこ、どこに。というかな、
やっぱ角田やな。角田か。角田さんなんかもう帰っとら。そう。あいつどこの協定に来るんや。そこだけはっきりさせるや。協定なんか来んわ。来るって。え、好きなトークショーで。協定が好きかどうか知らんけど。なんでトークショーに来るの、そんな。そういう予定やったんや。スケジュール組んどったんや。どういうことなの、なんなん。え、角田ちゃん。協定に来ますよ。そんなとこに来るようなやつなの。あんなゴミみたいな競技に。え、福岡来てた。え、ちょ待って、俺ちょっとこれ相当嫌なんやけど、早田ひな話したことあるけど可愛かったなんて新保ギャボーが言うんやけどなんか相当嫌な気分になったんやけど、なんでなん、こいつ。その前に福岡に来てたんや、角田。なんで話したんやこいつ。あ、やっぱあれちゃう、嫉妬よ。こんなんイライラも募るやろ。嫌な気分になりました。なんでお前が話せる。え、なんなん。嘘やろ。お前と早田ちゃんに接点なんかねえから。可愛かったな、にちゃん。分からせようぜ、シンフォーを。早田ちゃん、すごく悲しい。え、けど組んで、マジで。もうな、角田ちゃん、俺見に行こうかな。なんでな、それはギャラのせい。違うよ、最初からあったってこと、そういうイベントが。そういうイベントは組んどったんじゃん。なんでな、競艇選手と柔道家に何の接点があるん。何もねえよ。じゃあなんで来るんだお前。丸亀ちゃう。いや、やけなんでどって。いや、やけ好きなんやろ、角田ちゃんが。そうなんかな。それやないと来んやろ。ナイジェリアです。ん、中国。あ、でもなんかもうそろそろ始まりそうな感じ。ボートレース福岡で凱旋トークショーやって。凱旋か。あ、やけんあれやろ、地元なんやろ。え、凱旋ってことは。あ、そうやんな。あ、帰ってきてる角田ちゃん。11日やけん終わっとるやんって言うと。かわいい。あ、本当に来とるやん、このチレヤマチカちゃん。金持って帰ってきたんか。ギャラいいからやぞ。山川美幸に巴投げを決める。どうでもいい。まあやけど阿部兄弟も競馬場来た。ひふみと、ひふみ歌、歌は可愛いな。歌でもどうやった、お前的に。あれは別にいいよ、可愛いでも。ええやって、可愛いから。お前ら擁護派。え、騒いでた。俺見てないんやけど動画。いや騒い、あ、じゃあ見たらちょっと引くと思うよお前。あ、そう。うん、さすがにあれは俺もちょっとうってなったけ、うん。あ、そうな、そんな騒いでた、うん、騒いどったっていうレベルじゃないけ。泣き散らかしてた、うん、いいんだよ、実力があるから。いや、あれはちょっとさすがに、うん、武道家としてはどうかなと思ったわ。関係ねえよ。興奮した。それは特殊な性癖のもんだけやろ。興奮しちゃった。いや、あのな、他の試合止めるんがいかんのよ、さすがに。あと監督がもうちょっとやらないかん、あれは。慰めるだけじゃいかんって。あの監督ちょっとなぁ、センシティブやったわ。うん。けどいいんだよ、歌は可愛いから。いや、歌ちゃん。次取れるん。いや、あのなぁ、あれおったやん、あの、吉田ねき、吉田ねきおったやん。うん、あれもクソ泣きじゃくりおったやん。うん、だけど、王者っていうもんは、負けたことないからこそなるんやなって思った。いや、いかんわ、吉田ねきはダメ。いやいや、あれも負けてなさすぎて、初めての負けがショックすぎてそうなったんやなっていうんが、うたちゃんも一緒なんやなって思った。え、うたちゃんそこそこ負けてるやろ。いや、うたちゃんくっそやばかったけん、マジで。いや、そこそこ負けてるんじゃない。いやー、負けとるっていうかな、まあでもプレッシャーもあったと思うよ、確かに。あ、はやーたちゃーん。うたちゃんは、そう、張本きゅんは、張本きゅんも泣いてた。歌コールまで流れたけん。かわいい。いやー、ちょっとな、俺監督はちょっと叱ってほしかったな、あれ。ええー。
まあけど次回ひふみのプレッシャーになるけん、あれめちゃめちゃ俺茶坊主が泣きよったらやるもん俺号泣しよったらスト2で負けて意思でカーン行くで俺そうだゲームで負けて号泣しよったら俺もやるなやるだろ茶坊が号泣しよったらで俺にまで来るけんその余波がわーってこう行くでこめかみんとこ一つで負けてかわいそすぎるやろいやいかんやろさすがに俺のコンディションにも関わってくるけんどうにするなでもそんなレベルやったんやで一二三はあの決勝行く前まあな結構きつかったと思うよあれうたちゃんその後応援しよったんかわいかったやんそうやなあのトトロのやつ確かにマウンテンバイクです金うたちゃんいややけんうたちゃんは相当こっから成長したと思うよあれで、うん、おにぎり食ってたおにぎりでねこうその後なんか機嫌直しとったけどなお母さんのおにぎりでうたちゃんがよかったと思う歌のくせに歌のくせにじゃないわいやひふみの決勝はしびれたよな俺見よったけど早かったよなあれ1分ちょいで、うん、めっちゃ強いね、うん、あと1回ぐらいいけるんじゃんいやあれあと1回やったらあの野村柔道の神野村と並ぶけんな、うんけど、一応とか、4連覇してんねん。野村のせいで、和彦くんがお前やられたけんの、うちの英雄。うん、近所に相当複数強い柔道の人がおったんよ、俺ら。でも野村に阻まれたけん、その人は。だけど敵やけん、はっきり言って。けどあれやで。金アメリカです。うん。ひふみ帰国後すぐグラビアアイドルとホテルに直行したらしい。いやいや、それは嘘。いい夜だけやろ。そんなことはない。してもええやろ。英雄は。ねえ。許可する。歌は？歌はしてないんか。直行。歌は直行してないやろな。歌にさせろ。俺は歌の方を押してるから。歌より、直属の部下みたいな俺やん、横に。あ、そう。うん。あれと、ホテル直行もワンチャン考えられる可能性があるかもしれんな。ユミは勝った後、路上でベロベロになっとった。へぇ、いいじゃん。インディアン。インディアン。ひふみはええんよ。生きても。なんで最後にアメリカをこう大鳥みたいに出してくるの？大鳥だろ。ひふみはグラビアアイドルと結婚するけん。ええよ、別に。ただ、歌の精神状態が、懸念されるけどな、そうなった時に。歌はもういいんだよ。いや、歌は、ひふみラブすぎるけん、絶対。あ、そうなん？お兄ちゃん大好きな。大好きやろ、あれ。いいよ、歌。俺は歌を押していくね。いや、俺も歌ちゃんは好きよ。歌ちゃんだけ応援しようと思っとったオリンピックやけど、意外と他にも押せるんが出てきたっていうんが、正直な感想やな。ここまで来て。歌はけど、夏美と、あれやろ、同級やったやろ。あ、そうな。ただ、歌がおるから夏美は、下げたんやろ。ああ、そうそうそう、うん。下げたじゃなくて上げたんやろ。上げたんか。うん。何やかんや楽しめた。最後夏美に託しとったらよかったリネールルーレットなくて。いや、あれな、あれどこ行っとったら勝てとった？あのルーレットが。どこ取っとったら日本勝てとったん？ま、歌と。いや、ひふみんとこも多分無理やで、あれ。階級が全然違っとったけど。夏美んとこやったら勝ち取ったで。
2階級3階級ぐらい飛ばすから。いや夏海んとこもあれ上やったよね、敵は。上やけど投げ飛ばしてて。いや夏海はなんだかんだきつかろう、もう2回目は。うん、そうやな。三四郎か。三四郎やった。三四郎のとこは同等やった。三四郎も三四郎で、うん、あれあったやろ、忖度あったやろ、お前ら。三四郎も食らったらしいぞ。ほんとやったら金やった。いや、ひふみんとこってあれ2階級ぐらい上やったんじゃん。柔道ってゴリゴリ食らっとるけん、あれ。高山のとこは。あ、知っとる。待てって言われて、締められたの知っとる。うん、知っとる。おい、もうその時点で、もう、あれやぞ。ツーパンやぞ。他にもあったやろ、女子にもあったやろ、スリーパンが。ほんとやったらもっともっとあるぞ、これ。取れとったな、確かに。あと3つぐらいは。そうやな。夏美んとこやったら勝ち取ったんじゃん。2個上ぐらいでも。相手が全部フランス有利。だったのに、最初3連、3立て食らわしたんやで。ひふみんとこのカレー券。カレーな。レッドあってもよかったんちゃうか。ひふみんとこあれ、買ったよな、1回目は。負けたっけ。いや、てか、ひふみは、うん、1回目めっちゃ攻めよったのに、指導が出んっていう。ずっと。それまで参照しとった。ひふみ前に。ひふみ前に参照しとったよ。ああ、そうなん。いや、ひふみで勝ったのか。そうなん。ひふみが勝っとったら、もう、決まっとったんよ。うんうん、でも、ひふみは、いや、2個ぐらい上やった。2個ぐらい上だ。おう。で、しかも、ひふみの方が攻めよんのに、相手全然攻めてこんのに指導が出んっていう。で、最後、タックルのやつな。あ、タックルだ。あれもいかんらしいで。そうやな。あれ、嘘らしいで。けど、なんか、もろ手座しか知らんけど、反則技らしいぞ、あれ、タックル。だから、相手に勝っとったのは勝っとったんやね、道中は。いや、普通やったらもう、ひふみの勝ちよ、あれ。もろ手狩りよ、もろ手狩り。あれは問題ない。問題なくないけん。あ、そうな。変形肩車。お前ら、フランスパイオかマジで。変形肩車。前、それ言いたいだけやろ。あんなん通してええんか、お前、レスリングやろ、あんなもん。だけど、ひふみ前に買っとったらええかって。いや、けん。それは、リネールやけん。絶対無理なんよ。リネール勝てるやろ。フラパイヤか、お前ら、ほんとに、非国民か。大野翔平やったかぜろったろ。デマに流されんな。いや、お前らこそ騙されんなよ、デマに。フランススパイおるな。おるわい、これ相当。あ、アミ。アミ？アミ。アミエ。斎藤くんはまだ若いけん、もう許してやれって。あんなお前、いつもお前、お母さんに家出されて、お前、持ったら来られたらお前、斎藤くんきついけん。あの感じやったら投げれんよな。ちょっとでかいよな。うん、もうちょっと絞ってほしいな。うん、絞ってほしいっていうか、まあまあ、もうちょっと素早さがいるよな。そうなんよ。確かに投げれん。投げれんような気するわ。まあでも、あの子はまだ若いけん。次行ける？次行けない。まだまだよ。あれ、22とかやろ？いや、次に、その階級とどまって王者行ける？まあ、リネールがもう死ぬけん、まあまあ、いけるんじゃない？他おらんのか、リネール以外。おらんやろ。へえ。あいつがやばすぎるだけやけん。多分もう大丈夫ない。さすがん来んやろ。来る。え、あいつなんぼ？いや、わからんけど、あの階級で。今年で35とかやったやろ？というか39やろ。もうないやろ。え、あの階級おらんの？リネールとあの斎藤くんしか。おらんと思うよ。へえ。シャンゼリゼ。トゥトゥトゥ。てて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 てシャンゼリーゼ聞いたことある。トゥルトゥ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 しょうもな。こんなん流しても騙されんぞ俺は。お茶濁すなよフランス。お茶濁しとる。おお、お茶濁しとるやろこれ完全に。お、騙されんで。長瀬はダメ。長瀬はちょっとあれか。何それ。長瀬くん。誰？長瀬貴博くん。
もともとイギリスの曲です。ほんまやな、日本おらんな、確かに重量級は。コロンビア、コロンビアといえば、コロンビアといえばサッカーか。誰かおったな、なんかあいつでもダメやったやろ。誰、なんかサッカーでうまかったおったやん、コロンビアで。それ三笘の同僚やん、三笘の弟子やん。やったかな、あの若いやつやろ。いや、なんかバルデラマじゃない。あ、おったやん、あの日韓ワールドカップじゃないけど、あの前のワールドカップぐらいで、ハメスよ、ロドリゲス、ハメスロドリゲスよ。そいつの時代じゃないから。いや、もうあいつはなんかあのすぐ消えた。大体この閉会式なんなんこれ、ずっとこんなんが続くだけなん。どっかで締めるあれはないんか。コロンビアの選手お前おるで一人。誰誰やったかな。ハメス・ロドリゲスやろ。そいつもまだおる。だから、あ、早田ちゃん、あれあれやね。あ、消えた。もっと日本抜いて、日本分かる人を抜いてください。いや、コロンビアでうまいとおんねん一人。アーセナル、アーセナルちゃうわ。なななななな。あ、フランスも負けた方が。え？ハメスロドリゲス。そうだね。肩車でなんか入ってきたらしいぞ。啓蒙がたまるわ。ん？何？うまい。この歌好き。クイーン。チャンピオン。オザチャンピオン。ウェイ。ウェイ。オザチャンピオン。トゥデイ。ウェイ。オザチャンピオン。聞いたことあるわ。知っとるやろ。うん。イロさん。盛り上がれば何でも OK の精神よ。トゥトゥトゥ。クリップ。みんながチャンピオン、みんなが優勝ですって。偉いので、生きてるだけで。いや、本当に。ふわ。殺しに行くぞ、ふわ。いや、マジでね。クソヒロオリンピック、生きてるだけで優勝です。痛い、足が痛い。きつい、きつい。金メダルやで。Y の金メダルやで。かわいいで。あれあれ、やり投げの人おるで。あれトドセンスで青木おるで。トドタンおる。おるな。トドタソー、トドタソ来た。やり投げ、俺の戦いはここからだって。この時間に起きとる時点でお前はもう予選敗退ですって。トドタソ、明日うちに行かん時点でお前はもう予選敗退です。こんな5時に起きてる時点で。え、そうなの。トドタソはお前の戦いはもう終わってるんで死んでくださいって。ひろき、え、今日もう終わり。俺休み12日。俺は休み。いやいやいや、世間は、世間12、13、14、12よ。あと3、3日も休める。朝から並びますかって。朝から並んだところでもう取れないんで、予選敗退です。シンフォー終わったの、お前フワと俺らに煽られたら。そう、もうフワレベルになっとるけど。フワレベル。けどやめとけよ、シンフォー。うん、いや、むしろ優しいと思えよ、俺らのことを。俺ら止めたんねんの。そうよ、お前が行くんを。行って負けるんがかわいそうやけん。止めろんやぞ。不安よりも何倍か優しいぞ、俺らは。不安より優しいぞ、俺らは。なあ。繊維を削いでやるようやけん、最初に。飛行機に乗れって、まずお前は。
そんなにあれな今やばいパチンコ業界やばい。てかもうお盆にうちにいる時点でもうやばい。ん、何、え、これメダリスト来たぞ。4万発取り返せる。15万ぐらい負けと今今俺手合いの会長みたいになったわ。なんでやるかのギャンブルを。ふわ引っ張り引っ張りのギャンブルを引っ張り必ず負ける。そうクークークーってなってるで俺今。みんな待てないんだな。いやお盆じゃなくて通常時でなんかイベントデーとかでもうやばいやつ。釘なんかお前1000円お前8回転とかやろ。あそうなんやな。それ速攻なりやるな。500円4回転やろ。じゃあえ何歩ぐらいだったの。アマデジとかで100回転とかやろ。うん最低1万はいるんか。アマでもいるな。へえ。これなんなこれの表彰台は。何これフェアプレー賞みたいなやつ。マラソンやな。ああすごい。ハッサンハッサン、ああ最後のやつの金メダルが授与されるってやつ。フランスやハッサン。いやあれ違うよフランスじゃないやろ。オランダとかやろ。オランダか。そうやなオランダやな。ハッサン。あ、ケレン。回らんかっても勝てるん今の台って。勝てん勝てん。バッハもフェンシングでメダル取ったアスリートなんや。じゃあ分かるやろお前日本が頑張ったやけん。これはエチオピアやろ。すご分かるんや。買い取るや。あエチオピアって買い取るや。はい。やっぱエチオピアなんやな。そうやな。女子マラソン。まあな、トラック、まあ、陸上はエチオピアやな。嬉しいやろな。エクアドルってどうだ。すごい。誇らしそうや。笑顔が可愛いな。やっぱオリンピックっていいな。うん。ちょっとトレンドを調べようぜ、この時間の。そんなお前閉会式よ。そう。なんか、新しい問題ごと起きてないか。よね。出ました。ハッサン。待て待て。ハッサン。こんな閉会式でダメだ。やってもらえるとかありがたすぎるんか。和田アキ子しかねえ。しかも相当ジリアン 0.03 秒差とかやばいな。これで変わるんやけんな。ハッサン怖え。和田アキ子怖え。いい笑顔だハッサン。可愛すぎるやろこのトゾタソが。やめってこれ見ろや。可愛いやろ。やめろ可愛いポスターな。ポスターハッサン、これお前、人生最高の時やろ。可愛すぎる。この、観衆の中で金メダルを掲げるとか。ちょっと敵に回したな。終わったな。オランダ国歌流れます。てー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 。ちょっと待って。泣くぞ、こんなん。なんかないんか、他に話題は。なんかしょぼくねこれなんもないな。閉会式ハッサンでも涙は流さない。嬉しさの方が勝っとんかな。俺やったらもう泣くけどな。こんなたまらんすぎて誇らしすぎて涙も出んのかあれ届いたそう。君ね。ハッサーン。おめでとうございます。おめでとうございます。こういうのはもう本当にな、フランスがおらんだけで拍手がしたくなるわ。あれフランスじゃなかった？違う。どこ？オランダです。ハッサーン、噛んでくれって。頑張った。うん。
そしてこのみんなでな、こうやる、讃え合うところがやっぱオリンピックのいいところなんですよ、これ。お前、いつからスポーツ好きになったんや。いや、いつもですよ。昔からですよ。そう？はい。閉会式で自分の国の国歌が流れるんやぞ。たまらんやろ、そんなん。君がやってほしかったわ。いや、お前、飲めや。嫌です。ほら、誰や。とんでもない、にわか野郎。いいよ、別ににわかって言われても。やけん、どうしたん？にわか上等なんですけど。それでも楽しんどんやけん。楽しんだもん勝ちでしょ、こんなの。そうね。最後の最後で乗っかっていってもええやん。なんか問題でもそれに。何もない、無関心に、ふーんってやりよるやつより全然ええんちゃうん。ナポレオン銅像があったで。ええですね。何あれ、あの希少やつ。みんなのマラソン。無関心やったお前。まあ最初は何がお前心動かした夏美かやっぱ。いや柔道かな、ひふみからかな。俺が夏美やろ。萌えたんは俺夏美からやで。夏美はもう終わっとった。え、夏美なんかもう初日やで。もう金取っとった。ああそういうことか。ひふみはね早いね、確かに。そうね、あこから俺のオリンピック始まったんや、うん、あれもけど 2,3 日目で取ったよ金メダル。そうやったかな、うん。よかったよ、ヒロさん。ひふみのおかげで。途中からエンジンかかり始めた。へぇ。セーヌ川っていう汽車内、ドブ川で。で、ルメール、あ、ルメールちゃうわ。リネールの。ルメールルーゼントで。来た。いろいろとな。いろいろあったな。というか、競馬なんか簡単やな、じゃあ。今更やけど。そうや。いや、何がっつって。まあでも、ずさんな管理体制。ね。忖度のジャッジ。いろいろとありました。でもこれはそうと思うやないか？それを感じた人は多いと思うよ、まあ、今大会。日本人は特に。まあ、日本が一番あれやな。不遇を受けてたな。あ、受けたね。うん、他はまああれやけど。あとどっかあったっていうか、あの何本当にあのできてんのって審判の指導できてねえよ。あのオバハンとか。オバハンだろ。柔道の。あいつな、あいつ決勝にもおったけんな。いや決勝、いや決勝だっけ。いやおったよあいつ。やるやるとは聞いとったけど、やるわ。あれはもらってるね。んやってるね。やってる。あ、やっとる。あんな何本ぐらいもらってる。遠隔を感じるやろ。あのおばはもらってるよな。いや、もらっとろ、うん、もらってないとあんなことにならんけん。、うん、ああやってるわ。これでなったもん。まあそれだけあれなんすよ。負けられん戦いやったんか。負けられんつうか、金負けとるけどな。それでもいや、それで、まあ、金負けとんわ、お前、どうなん。あ、まあ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 。いや、笑えますわ。これは。ボランティアの方々が、なんか出てきたみたいです。美談。まあ、24時間テレビ感を感じるな。もらってる奴らとは違うね、やっぱり。いや、ボランティアやけんな。ボランティアから。やってる奴らとは違うわ。45,000人。多様性ってやつか。成人の人らか、これ。俺も行こっかな。晩年。ボランティアしに。そういうんで、ちょっとでもオリンピックと関わり持っていこうかなって思いました。仕事辞めたら俺ちょっとこれやりに行くわ。何やるんや。掃除とかやね。うん。俺もやろ。日本人。そしたらここに出れるんやろ。やろ。
英語な。英語はできるやつと一緒に行くけん。フランス語で行ったらよ。何？俺は審判？ 32 年。32年で次の次やな。ボランティアも抽選。じゃあ通す、そこを。なんとか。10日後に忘れてそうやな。7個の金メダルの人。すご。レジェンドの4人。これは日本人ちゃう。ドイツ人。これさ、日本人やろ。日系ドイツ人っぽいですね。そうやな。うん。ああ、そう。性的？なんこれ、レジェンド？ああ、そう。いいや。イケメンやな。うん。アスリート委員、こんばんは。皆さんこんばんは。ということは高校野球か、今日からは。そうやな、終わったか日本は。いやもう終わった、愛媛終わったよ、もう、なあ、あれにもならんかった。ほんとほんとな、やきもきしただけやったわ、あの試合。せいかた、もう見てね、勝って取ったんよ、あれマジで。おはようございます。もうダメダメ、ナルトも死んだし、もう終わりっすわ、四国は。はいはい、無理無理って。あ、当日なんか負けよってからに。キャタリナ、ぐちぐち、恵子ちゃんカタリナやったんよ。あ、そうなの。それで応援しよったんやけどな。女子校時代、女子校時代、50何年前。へえ。戦争は？チャーなんか切れるやろ、あれ見よった、チャー。チャーとか切れとったやろ、あれ。なんでな、不正があった。いや、不正も何も、いや、こっちの不甲斐なさに切れる、あれは。弱すぎて。弱すぎてっていうか、いや、行けるとこでバントが浮くわ、一塁で、牽制球で死ぬわ、行けるとこで全てを台無しにした。カタリナってあれだ。ん？元女子校やで。知っとるわ、そんなもん。俺は男子校、あ、野球。いや、俺見よったっす。あ、そうな。なんなんだ、これ、お前。監督の指示かって。全部バレとるけん、向こうに。へぇ。じゃ外されたんの、バントして浮かす。てか、打てよ、と。犠牲フライ1打で、お前、同点なっとったやろうが、あんなもんっていう話ですわ。さあ。終わりましたね、オリンピックも。いや、まだよ。俺たちのオリンピックは終わってね。ちょっと、あれちゃう？ん？将棋の時間じゃない。おい、お前らやめとけよ。やめろって言え。こいつ、ちょっとお前、将棋でちょっとまだ終わってもないのに、将棋とか言おるぞ、こいつ。おい、お前らうずうずしてきてるんちゃうん、将棋が。やめって、ええって言うな。譜面を見たくて、お前ら。いや、俺はまだこれちゃんと閉会するまでは許さんぞ。やれやれやれ、サッカー。いかん、絶対許さん。俺はサッカーって何？ちゃんとこれが終わるまでは俺は許さんぞ。まだ将棋なんかいやいや言うやろうが普通に。なんなんの、ヒロさんだけ向こうで見てないよ。ええんか、行くぞ。もう行け、お前は。俺が宿命を打つ。こいつだけに任せてええんか、お前ら。じゃあいいよ、拗ねるで。本当に本当に行くぞ。俺がちょっとお前あれするから、あのカマン、早よ行け。えおい、ひろゆき、俺の譜面をみんな待ち望んでんねん。やめて。マジでやめて。ごめん。謝るけん。ちょっと。謝るけん。お貸しといて、俺をここに。まだ。さっさと消えろ。おい、乗っ取るぞ、お前のチャンネルを。謝るけん。
俺にはもうこいつおらんなった時お前ら相当言うで俺でもこの先お前あれやぞひろゆきのちょっと深刻なコンテンツ問題を解消していくからコンテンツあるけん何例えばいや今やってるからエルデンリングを、俺これ相当なんかよろしい雰囲気になってますやんダメだコンテンツ問題を考えるぞひろゆきの深刻ないや別にあるけん何不足してないよなコンテンツ不足をないや水不足コンテンツ不足最後に言っていい早田ひな可愛かったよ兄ちゃん可愛いっすあいつで許されることではないなせやないやまあでもまあこいつはほっとってももう今日あの墓が立つけんあのルーンなるけんこいつは悪い玉になって帰ってくるけん逆になんで潰されるだけの人生になるけん俺にぶちゃって俺ストーリーが知りたいけど逆にいやあんな見んでええけん あそう、うん、俺も見てないし地面師鬼滅の刃無理無理こいつになんかできるわけなかろう呪術廻戦ボンハンでヒーヒー言おるやつがエルデンリングなんかできんけん違うんよ俺はなそういうんじゃなくてなやっぱ協力プレイがしたいんだお前あれやろ助けてもらうだけやろだから俺は回復役に徹するんやって、うん、そういうモンハンとかやったらそれは邪魔なだけやで立場わきまえてますから俺は主役にはなりたくないからだけどそういうやつって相当邪魔って扱われるんやで、うん、けどガンナやから攻撃もするけど一応いやでも大したことしてないよモンハンやから協力するよオンで JP と協力プレイ絶対嫌よプレスト5か買うぞ俺がその代わり主役は俺にやらせろ金だけは持っとるけんのこいつえモンハンのお前なあの初めに借りに行く時とか一、うん、人で行ってたあの全部ミッションは俺ちゃんとやるよってやなお前ら俺だってソロであのテオテスカトルとか借りよったしそれが別に何でも彼よったし全部勝ったしクリアしたしモンハンは2025年の1月やなまあでも俺好きやったんオドガロンかな一番戦いよっていやそういうんじゃないねいろいろおるんよことごとく何かお前は全部誰かと協力プレイでやりよったやろそうやな誰ことごとくメルギガンテメルギガンテもやりよったよ一人でおいあらあんなん余裕よ貸せ、ひろゆき何が俺にコントローラーを嫌よやらせろいやだしお前なんか借りんす絶対コントローラーを貸せおい無課金おじさんの真骨頂見せるぞいや絶対こいつ大したことないえ俺ゲームとか課金してないよマジでああそうなうんガラスってあげろいやでもダメよこいつ絶対なんかいろいろイチャモンつけるけん俺のあのジジイがあのダサいとか武器がこれしかないとか言ってくるけんじゃあそのそれじゃなくて譜面を将棋をやらせろいやいやかバカが将棋待て待てこれが終わったらやらしちゃるけんじゃあ、うん、俺の最後までは俺はちょっと見たいんよオリンピックの最後っていうもんを、うん、じゃあみんな俺ちょっとモンスターハンターであれするから何あのんどれ1977年ってことは俺ら生まれてないな生まれてないな、うん、俺81年やから俺80年やけえ77年に宇宙行ったみたいやな初ん何これえガロいやガロじゃない誰いや勤労いやこれはバッタバッタガロやろこれこれバッタやろ金色のちょっと新聞ないやばいなこれ黄金のバッタが出てきたんですけど線が見えてるやばいやばいこれえこれあれセンシティブやろほいじゃんお前詳しいんちゃうその辺いやわかんねえ
やばいね、これ踊り出すね、こいつ。アームディエル。いやー、中二設定はやっぱ、無課金おじさんやろ、今回は。ね。いや、やばいね、これ。相当やばいことが起こるぞ、絶対。フランス最後までやってくれるんか。世界有数のダンサーなのだ。メタル？メタル？いやー、カラン、これは。これはもう正直何が起こるかわからん、俺も。悔しい。あ、パープルあるやん。やるで。これ最近のじゃん、パープル。やめろ。やばいやばいこれ。えぐいことになるぞこれ。すげえパワフルある。プリンセスオブ。これを見る選手たちの気持ち。え、プレステ4ってまだええやん。やばい、ブレイキン。これなんすか。それは字に聞くやつです、っていうかこのここのソファー硬いんよ、ひろゆき、買い直せ。何か、ソファーじゃないっす、それ。違うの、この椅子。絶対もう寝おるやつおるで、これ。禁止し？おい、やめろ、やめろ、おい。ごめん、ごめん。滑って。ツルツルしてる、これ。ちょ、待って、見に行って、これ。何を？これ、閉会式を。どうでもいいよ。俺、これ、これ、脳に乗るぞ。先ほど金メダルでしたよね。バッタ、バッタですわ、これ。ちょっとエルデンリングを彷彿させるか、これ。トゥトゥー、このその辺は忖度するんやな、フランスも。今日は大谷くんやってんのかな。誰だよ、これ。いや、これ、もうエルデンリングやん、もう。全部が。こんなんもおりそう、おりそう。反省してないだろ、この川口ゆりってやつ。金獅子と銀獅子。おお、おおやん、これ。おお、おおやん。茶番やの。やばいな。茶番すぎるぞ。おお、やり。そのスティックさ。おお、本式のやり。終わったのこいつ。あ、アサクリニキお前生きとったんか、ハレまだ。ここで伏線回収するとか相当やるやん、さすフランス。閉会式つまらんすぎるやろ。e スポーツって何？ e スポーツはゲームの、あれでしょう。いや、からそこの今の何な、主体のゲームとかあの。スト6よ。いや、そうじゃなくて。あ、そうなの。いや、知らん。テトリス。やばい、早い。刺したー終わり？まだ終わらんのかな？やばい、刺した。刺したらこの、あれである。エルデンリングだ、これ。やばいぞ、これ。相当ハーハーしとんやろな、この人。こんな、公衆の面前であんなん来て、刺したりしよったら、たまらんやろ、これ。俺でもハーハーが止まらんわ、こんなんや。マリカ様とか出てくるで、これ。バレニア来てくれ、頼む。コスプレで。なんか、それっぽい。あの、ポーズっぽい、エルデンの。
何？これはゴールデンボーイ。え？ニケ？ニケ？ミケラ？え、ミケ？いや、知らん。首ないやん。ニケやで。知らんし。え、ニケ首なくない？ニケ？ニケとは？なんぞや。これは有名な。知ってるのか？ドントテレビ知らねえ。知らねえ。え、神話？サモトラケのニケよ。首がねえ。ナイキ。そうな。知らんのだが。首がないぞ。ギリシャの人な。これはドントテルミーに行くべきやな。いや、ちょっと。明るい。ほんとよ。もう気がついたら5時22分である。待て待て。勝利の女神。これはドントテルミーさんに調べてもらうしかないな。やめろ。ドントテルミーは何者や。やばいなこれ。結構有名な神あれなん神話あ神なんや。有名なルーブル美術館って有名や。へえ。知らんのよな俺も。神は神は強いよ俺。相当有名やろうけどニケ。いや知らんなけどあれやで。俺もっと古いけん。最近のか。最近なんやろ多分。やっぱねひろゆきやなこの神。俺神っつってもあの天地創造ぐらいまで遡るけん。へえ。何か降りてきた。やばい。最近の女神白金人や。二人降りてきました。ニケなんか俺は初めて聞いたけど。ミケ。やばいやばい。メガテンに出てこない神。金色が一人だけ入るなあれ。フランスが舞台のあのフランスが舞台の神って何がおる有名な。フランス、うん、シャルル・マーニュ。ミケランジェロのか。ミケランジェロ。フランスじゃなかったっけ。やばい金色が生えすぎとる城に。えぐいが、おいつ。ソシャゲでニケ。俺はソシャゲには知らんな。ラプンツェルよ。フランス？いや、知らん。ギリシャ？やばいが、この金色。ジャンヌダルクな。あれ、神か。人やないか、ジャンヌダルク。ジャンヌダルクは英雄です。英雄やんな。はい。神ではございません。フランスギャウ？神じゃないよな、ジャンダルク。お前ら全員モンストのなってるぞ。モンハン？モンストか。ベートーベン。うん、え、飛び降りました。ナポレオン。ちょ、見えん、お前、ちょい。組体操。うわー。フランスはやっぱ神格化されてんのは何人かおるな。ナポとか、ジャンヌとか。110人のパフォーマー。消防隊？延々？延々？延々の消防隊？トゥ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 。まあ寝おるやつ絶対おるやろ選手で。この時間。向こうで何時だ？もう10時ぐらいやろ？しんどいで。台風。アドラファースト？そうやで。アルテミスは？アルテミスはギリシャやろ。うん。何？クロノスは？クロノス？ギリシャ。数がつくやつは大体ギリシャ。ゼウス。ハデス。アルテミス。モロス。モロコス。そうやな。ヘリオース。そうやろ？ギリシャなんですよ。プロメーテスは？ギリシャ。タナトスはギリシャ。え、そうなの。死よ死。死を司る。セレーネは。ん？コイオスは。ペルセポーネ。クロノス時間の神や。はい。カオスは。カオス混沌の神。
カオスな混沌やから。オルペウスはやばいやばい、これもうルーンやで、これこうやん、ルーンのこうですわ。これオーケアノスは知ってる、海の神。ポセイドンじゃない、違うね。へえ。エレボス、暗黒の神。ほう。ウーライノス、天空の神。ウラノスじゃないそれ、うん、そうね。暁の神は我が子を喰らうサトゥルヌスな、違うね。エーオスね。そしてサトゥルヌスは有名。アポロンは何なん、ゴールデンボイジャーってもうやめてくれよ。アルテミスってあれか、狩猟の神か。そうですね。なくなっちゃったんですけど、ちょっと取ってきてや。俺が取りに行ったらもうおかんにバレたら俺相当言われるけん。ええ、これ飲めや。いやいや、それは冷やしてきてこれ取ってこい。おう、もう俺が行ったら絶対無理やけん。え、ママンはどこにおるの。ママン多分もう起きとらん。ママンにウインナー焼いてくれ言ってこいや。言うとくの、お前来るぞ稽古ママン。おにぎり握ってくれやって。言うぞお前、お前の名を使って。ええよ。ボーン。わー、ちょっと待って、そこに何が G が。ええわよ、もうやめろや。いいんや、入ってこい。ちょっといや無理、ビビんなって。いや、じゃあ行けよ、行ってみる。何がどこにおるん、どれ。扉のとこおるやん、どれ。あれやん、あ、こ、そこ、これ。捕まえろ、おい。うわうわ、捕まえ、やめろや、足で踏むの。汚いな。踏んでないし。汚え、こいつ。踏んでないゴミだ、こいつは。やめろ、マジで。いや、どっか行かしたらええやろ、これ。ほら、一体マジよう踏めるわ。うちのおかもそれやってたけど。踏んでないし。踏んでないけんの、そもそも。俺は逃がしただけやぞ。いや、マジで。まだまだ上に上がっていきます。素足で、やってないって。その辺の紙でパンパンってやっただけですわ。エレベーターでスタジアムの4階まで上がってきたところにあるんですが、それと同じ目線がさらに高く見えますね。そうですね。生足行ってないってやけん、俺もそこまでの実力はないけん。演奏されるのはアポロ参加、古代ギリシャの神アポロを伝える参加です。1894年6月。豪傑じゃないけん、やってないんやって。本当にマジか、お前正気かよ。いや、違うやん。いや、踏んでなかろうが。お前、踏もうとしとったやん。踏もうとしとった。真似をしただけで逃げるかなって思っただけよ。いや、マジで。何こいつ。おかんもやけど、うちのおかんもやってたわ、それ。ベンってやるったね。いや、じゃあおかんは、うん、あの、ほんまに殺そうとしてたから引いたけど。お前もやん。俺は殺そうとはしてない。あいつを逃がそうとしただけ。うん、ていうか、お前、よし。触れるな、逆に。触ってないって言うのがやけん。触ろうと思ってたわけやろ。いや、思ってないよ。こっちは逃げてもらいたいけん、ちょっとやるよりだけ、ドンドンって。足ドン？足ドン。いや、怖いわ。いや、おばちゃんの方がすごいで、お前。ムカデをハサミで切って、お前、頭だけで。すごいんやって。頭だけでやられたのが。普通に足裏で潰そうとしてたんやけど、ゴキを。何が。もし、潰せてたら、勝ちやないって。優勝。キモいやろ。足の裏にその死骸がつくわけやろ。いや、おばちゃんはムカデを、あの、ハサミでちょきちょきやりよって、頭だけになったムカデに噛まれて、あの、病院に運ばれたっていう、伝説があるけん。雑魚すぎるやろ。ヘボ。おかん。弱すぎ。それは、ほんと俺もな、さすがに業のものやと思ったわ。いや、そんなんより俺、ゴキの方が嫌やわ。いや、頭だけでやられとんやで、おばちゃん。そう、おかん。弱いからな、あいつ。いや、むしろ、どうやったらそういう状況になるんかが、俺は分からん。マジか、おかん。うん。っていうか、俺を、そのな、ゴキブリを足の裏で潰す気が分からん。素足やで。いや、もういけるんやって、この辺に住んどったらきっと。いや、俺はそんな昔からやってなかった。ケイコちゃんは、あの、ムカデにナスがうまいやられたけど、おばちゃんは戦って、うん、やられとるけん。で、俺らが、おばちゃんの方が強い。ていうかな、ゴキブリっておったっけ、昔。おるよ。いや、昔からおった。おら、まだあるんか、これ。いや、ていうかな、ゴキブリは、あの、汚いね。汚いかもしれんけど。ゴキブリのあの漫画何やった？
あ、テラフォーマーズ。テラフォーマーズ。ジョージ。面白いあれ。いや、あんまりやな。あ、そうな、うん。温暖化で増えとん。気持ち悪いわ。でもゴキブリだって生きとんやで。いや、やけどや。そこに関してはどう思う？ダメね。あいつらでも、なんか頭だけ残っとったらどうとでもなるらしい、うん。気持ち悪い。その発想。規制されても生きとるけんの？マジか。うん。北の人では長い兄弟は負けない。まあ負けんっていうか、別に、フワちゃん嫌悪感を示すんはええよ、別に。嫌悪感を示さん？逆に示してもええけど、それ以上の感情にならんし。俺ネズミとかの方がまだ、ゴキブリとカメムシは無理やね。嫌悪感やね。まあそれは俺も嫌よ。でもネズミは可愛いやん。ダメ。でもこっちに害がある、敵対心むき出してきてこう飛び込んできたら俺もやるよ。あのやけエルデンリングで鹿とかあのおるやろ、ネズミとかが何もしてこんかったら俺は何もせんのよ、うん、ただこっちにバーンってやってきたら俺は切れるけ。鹿おやるよ。あいつらはクマはあれと一緒の理論や。クマは俺絶対やらんやん、何もせんやつには。なるほど。クマちゃんはクマなんかもうなんかやってくるけん絶対殺すよ。なんかやってくる、遭遇したことないやろ。俺もないけど。いや、ゲームでな。ああ。ゲーム。いや、こっちのクマやったらもう、前回やられたら殺されるわ、こっちが。クマっておるんかな？何もしてないかに切ってた。それはちょっと忘れとったんや。イノは？イノはやられたけんやる。やられたけんやるっていうか、やるやらん以前の問題は、あれはもう不可抗力。嫌だ嫌だ。自分からはやらん。自分から？うん。俺から明確な殺意でやったことはない。イノでも、イノでも向こうが来たけん。四国にクマいるの？四国はおるよ。九州はおらんけどな。島津が滅ぼしたけん。へえ。島津家、うん、薩摩。 あいつらはもう完全に九州でクマ全滅させとるけん。なんか明るいなここ。まあもう夏やけん。もういやいや、そうやなくて、こんなもんか。こんなもんや。こんなもんやな。猿もみんな別に。猿はマジで、みんな。みんな。イノシ、いや、ていうか熊も見んけどな。新型熊の話って、オソ。何それ。オソ13。新種それ。オソは、やばかったやつやけど、もう狩られたんやけど、さらに新たなやつが現れたらしい。うーん。三毛別よ。マジで G を立つ、 G の名を継ぐものっていうか。いや、お前はあれやな、ちょっとあれに改名した方がええんじゃない？何に？ JPG なんとかに。モンキー G。 G 入れていけや、お前もう。キモいやろ。そんなビビっとんやったら、お前この辺に住んどって G にビビるとかもう終わりやな。ビビるつうか、お前大阪でちょっとふぬけたんちゃうか。いや、俺大阪を行く前も G の対応どうやってたかわからんもん。まあそんだけ温室育ちやったってことよ、こいつは。じゃあ実家おる時におったっけな、うん、思って G だけど G にあんま会ってなかったってことやろ。 G 苦手やろ俺。 G と同居しとるし。 JPEG 別におっても部屋で出てきても何も思わんし俺。それ嫌やわ。どっか行くし、あいつらは。あれなんか駅破かん？いや、それは飛んだりして、うん、なんか駅では破かんかな。あ、そう。潰したら駅は出るよ。何もせん分には何もせんけん、あいつらも。そうなの？卵生まれるとか、都市伝説ですから。ビビっとるだけなんですよ。いや、っていうか気持ち悪い。まあ。あの、駅とかが。駅とは何ぞや。いや、駅を破くんやって。駅破かんから。破くよな、G。目を汚すって。いや、足高軍曹がおるけん、別にうちは。うちで。何足高って。足高軍曹知らんの。知ろ。足高軍曹 G を駆逐してくれるっていう、あの、何それ駅中よ、クボ。え、そいつもキモいんやけど、俺からしたら。そいつは、うん、まあ、確かにビジュアルはキモいんやけど、あの、頑張ってくれるけん。ほっとったら G を駆逐してくれるっていう。へぇ、そんなもんね。神雲です。雲な。
雲。雲は別にいいんやけどな、俺。雲のビジュアルとかも。なんかスパイダーマンみたいなやつが出てきたんやけど。いいじゃん、スパイダーマン。何これ。白金か。なんかね、異世界もんで、だいたい出てくるやん、あのスパイダーみたいな。何やったっけ、あれ。あの女の雲のやつ。上半身だけ女で。アルケニー。違うわ。タランチュラじゃなくて何やったっけ。すごいな、これは。怖いで。雲の女子って何なんていうの、異世界もんで。雲の女子、うん、お前ら、言ってやれ。知っとるやつ。ジョロウグモ、ちゃうよ。違う。あ、アラクネ。アラクネは好きなんやけどな、俺。わからん。知らん。いや、アルケニーしかわからんな、俺。アラクネ。ファイナルファンタジー4のあの、幻獣のとこに行く洞窟に出てくる雲と女が合体してるやつ。アラクネは好きです、俺。性癖入っとるとこあるけど、あの、え、雲ですが何かっていう異世界漫画してる？知らん。おかんを討伐するために、それは分からんわ。雲になった OL が、レベル1から始めんねん。結局そういうもんやろ。お前は異世界転生に毒されとんやろ。違うんやって、それは面白い。いや、お前は騙されとる。雲の見た目になった OL が、オカンを倒すために、すごいレベルを上げていくっていうやつ。なんでオカンを倒さないかんの？オカンから生まれたからや。オカンはなんか悪いやつな。悪いやつ。ああ。その世界で一番強いやつ。雲。そうな。うん、やばい。金色に木が、フィナーレっぽいぞ！花火が上がった！綺麗だ。まあ終わらんけどね。まあまあ面白いね。こっからやけどな、むしろ。こっからが平和の祭典ぞ。そうなの？そらそうよ。ボイジャーの旅が終わっただけや、これは。え？パラレルパラダイス。わ、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 わ。みんな何する？あと、お盆を。どう過ごす？競馬もないし。俺今日しかないんだけど。協定もないし。ルーレットもあるぞ、これ。ないな。絶対。ああいうダメなとこは映さんのやろな。仕事はやめろ。薩摩はスロットもやめ、コミケ。あれはあのみんなあれやな、楽しんどるな、お盆を。あのコスプレするやつ、コミケ。コミケやないわ。コミケはコミックなんとかやで。コスプレする大会みたいなのないって。コスプレ大会、うん、なんていうコスプレの大会みたいな、なんてやつ。おい、リネール出せや、はよ。お盆でドントテルミー、荒い動画見るわ。おい、ドントテルミー、俺にちょっと、よこせよ。収益を。ちょっとでも、お前、俺のおかげで、つまらん動画シリーズがちょっと再生されるんやから。やめろ。それやったら、新しい幼稚園を、お前、言えや。ドンテル、俺にちょっと収益よこせよ。おい、全然出てこんぞ。90キロが回らない動画集が俺のおかげでドントテルミ再生回数爆上げやから。そんなことないわ。お中元遅れよ、ドンテル。ドントテルミ荒井はな、あの喋り方がな、もうマジマシンやから。皆さんこんにちはって、そんな感じやね。それ俺が一番イラつくやつや。いやけど面白いっつうか、見れるんやって。そうな。そんな感じやわ。ほんまに。言い方が。お前やれや。できるかな。お前の知識で。いけるかな。神とか。今日は神話の、ようこそ。お前ゆっくりより、ちょっと、まだ、ゆっくりとかよりか、価値あるぞ。ドンテルの方が。そんなことないやろ。あらくばーって。こういう、辛いとこも流すわけで。あー、つる。ボクシング。女性のは出さないんですか？
ひろゆきのちょっと偏ったコンテンツをちょっと正していこう。このひろゆきの偏ったコンテンツをみんな、ヒロポン解説やろう。お前何を解説できんねん。何でもゆっくりとか。俺何でもできるよ。コンテンツは。まあ、それはゲームとか。うん。ええんちゃう？ゲームとか需要あるんちゃう？解説動画。やっちゃう？うん。オリンピック解説動画しようか。うん。なんかある？ヒロさんができそうな解説コンテンツ。何でもあらん。お前、フランスのお前、不正を暴くんやったら俺何でもやったると。ルーレットとか。武器防具。あ、置き時きとかな。置き時きもいけるかな。筋トレ競馬スナック菓子あるスナック菓子の解説動画。ないやろ。あるよ。ゆっくりやってるか？追加もできる俺。へぇ。結構何でもいけると思われ。自治ネタ。レアドロップいけるんじゃん。あ、いけるいける。あ、いけますいけます。イベントとかの全部の解説とかもできるし。ポテチレビューある？需要。あ、それもいけます。お前、ガチ勢が来るんじゃん、ポテチガチ勢が。何でもできます。俺はポテチあんま知らんからな。やれます。やろう思ったらできます、僕。何？それでみんなが喜んでくれるんなら俺できます。あ、出た、リネール。来た。ようやく来たか。一瞬やの。やっぱり。都合の悪いのは一瞬なんですね。なんで？おいおい、上がらないでください。なんでな、リネールは独占したい。だから、そろそろやろ、もうお前、時間ぞ、向こうも。ああ、飲みすぎた感があるの。そう、俺はまだまだやけど。うるさいよ、お前。コーヒーが。あれ、飲めや、あの、7%。これ それは閉まってきたよ。なんで閉まっとんの。やばい、それ飲めよ。飲んでから帰るよ。いいよ、ちょっと取ってこう。お前 7% いやいや、なんでな。お前が取ってこいや。俺はもうちょっと冷やしとくから。いや、俺はもうまあまあしんどいぞ。 7% 飲んで帰る。俺の方が飲んどるし、絶対。あ、そう。俺何本飲んだんこれ。コーヒーを飲ましてくれ俺に。いや、もういかん。こいつにコーヒー飲ましたらいかん。はい、24時間ちょっと。いや、別に俺全然余裕ないから。行く？今から明日の朝まで。いや、それは無理やろ。そう、俺は行けるけどな。ギラつくなこいつだってやることねえんだもん。いや、おばちゃんにちょっと夕方ぐらいにあの飯作ろう。お、飯作って、あの、飲ませてもらおうや。明日何を作ってもらうの。いや、俺明後日の今日の次かが仕事やけ。あ、だから今日はまるまる休みなの。今日の次の朝までの帰れる飯を作らそう。まあ、朝までっていうか、まあ3時ぐらいかな。そうやね。俺のとりあえず肉やな。お肉、ハラミやな。エビフライもある。エビフライもある。おばちゃん、エビフライやるけんの。絶対フライをなんか冷麺とかのせる。あ、いいっすねどんな、お前は小僧じたな。いや、なんでもええっす。もうエビフライのせとったらもうなんでもいい。俺は冷麺を食べて。それはもう XQTwitter に俺が載せてやるけど、お前ら。QTwitter？ もう。終わったの。その時は、俺もあの、QTwitter でよろしく頼む。QTwitter ね。かー。ちょっともう一本のみたいな、俺。おい、行ってこい。取ってこいって。立つんがめんどくせえ。こっからゆっくりして。いや、もう俺も休みないけん、もうお前も帰るやろ、どうせ。明日ぐらいが最後なんや。うん。ちょっと、取ってこいや。よし、お前取ってこいや。くぅ。俺が行ったら、絶対おかんが、うるさいから。お前やったら絶対何も言わんのよ、おかんは。おかんね。まあまあな。淳平くんやったらええかってなるんや。取ってこい、ひろゆき。いや、俺が行ったら、あんたは飲まれへんって言われるんや。
飲まれん。うん、そう。なんでだ、飲まれんって。毎度言われる。優しいね。もう飲まれんって。飲まれん。うん。方言が。方言かそれ。方言やろ。普通わからんやろ、飲まれんとか。なんで飲まれんの。飲まれん。うん、飲まれん。飲まれん。言ってたっけ。言うよ。あんたもーって、あんたもーっていうんが結構あの何イラッとくる。あの動詞最初の。ああんたもーね。あんたもーから始まるけ。四国は言う飲まれん。だから形式語やろ。まあそうなるな。何が欲しい。いや俺はまだいいわ。まずい。俺は氷結。お前がもう取ってこい。お前が飲みたいもん。お前セットしとけよ。何を。え、将棋。わかりました。不明。これ終わったらもう将棋やるけん。ただまだまだ終わらんけん、この祭りは、俺はこの祭りが終わるまではおう年で絶対。え、BGM 配信ええんやん。ええ、こんなんあの環境音ですから。俺いつもやってます。環境配信音でございます、これ。何のあれもありません。てててててって。何の言われもございません。フランスの法廷でそう言うんだ。ええよ、言うよ、別に。相当やるやん、これ。じゃん。担当誰もよ。じゃあ、削除するし、別にダメだったら削除するし、あげんかったらええだけやし。んターミネーター来たこれ。おっと長いやんこれ。うん、じゃねえか、タコハイが。あ、そっちの方がいいっすか。いや、タコハイうまいよ、これ。これの梅が欲しかったんだよ。俺が絶対嫌って言うとったタコハイ持ってきたんだけど、こいつ。え、嫌なんこれ。俺はいらんな。え、美味しいで、これ。そうだ。うん、これ飲んでるで、たぶん安いから。どうぞ飲んでください。おい、お前ら今日の予定は。俺ね、ちょっと今 H2 読んでたから、今日読み終わるからタッチ読もうかな。今日の予定なんかあるわけないだろう。ないか。この子らに沼津嫌い。ゆっくり何を見るかによるな。お盆でお前ら寝よるだけやろ。仕事かな。仕事なんかあるわけないだろう。けどやっぱあれね、今日も予定は新保木屋か。サウナいいね。ええー、なあ、サウナとかええなあ。やっぱサウナっていうか俺は岩盤浴やね。岩盤浴な。コミケ、台風、東北かな。コミケがある。ああ、好きそう。え、どこ。そう、どこであんの。コミケって東京かな。お墓参り行くか俺も。え、次のアラーム7時50分。俺の毎日起きる時間。ほう。うん。ただ今日は休みです。これを消しておきます。アラーム5万発出してバードさんに食事をおごるという。食事。もうほんと、うん、夢物語よの新法。もうやめとけって、そういうこと言うん。ちょっと今それを言ってしまったがゆえに、お前は運気を落としようやぞ。東京か。東京かな、コミケは。東京やろ。
今はやっぱあれか、こあれか、あのフェスか。お前はもう夕方にはあの九州の地に踏んどるけん。フェスじゃないんか今日は。泣きながら。夏、夏といえばフェスやろ。もう帰りたくなるけん今日。東京のコンクリートジャングル。それか愛媛に高飛びしてこい。フェス。サマソニ。競馬。フェスってなんだ。フェスな。ちょっともう坊主はやめろよ。あの地方戦は。音楽もうなんかアーティストが出よるだけですやんこれ閉会式だからフェスやろ。あそうな、うん、サマーフェス、フェスな。来週の競馬を予想します。次の週の競馬を予想しないとみんな。何があるの来週、うん、来週は日本海ステークスや。知らん。知らんな。やべえ、来週重賞ないんちゃうん、これ。中京であるか。CBC 賞。ああ、CBC な。札幌記念。え、札幌記念な。来週ね。12頭やから当たるぞ、これ。ワンチャン。12頭しかおらんのぞ。当たらん、当たらん。もう。競馬ぞ。簡単やろ。いや、もう、わからん、わからん。12頭でも当たる気がせん。CBC は無理やろ。22頭おるから今。誰が買うん？22頭はおらんやろ。おらんけど、18頭は。までやろ。ゴミみたいなやつしか出んな。屋久島とか、名勝空船とか。いや、無理やろ、それは。アグリは？アグリはええかもな。ワンチャンあるな。こいつ一番人気じゃん、アグリ。名前はええな。名前で買うならアグリやな。いや、一番人気はやっぱスーハロームやな。わからん。こいつ取っとるわ、スーハローム俺。1回だけ。こいつ8番人気か9番人気で3着入って2万ぐらいついた。もうモチベなくなっとるやん今んとこな。そもそも G2 とか G3 にモチベーションなんか上がってないけど、もともと G1 こそおもんないぞ。いやもう G1 だけで誰でも当たるやから。当たらんけん。マジで G1 とか誰でも当たるから。それを言えるんは強者の俺だけ。いや全部買っとる系やろお前は。えっていうか俺 G1 は鈍い字で当たんねんけど、うん、パン戦で負けるっていう。うっさいね。その日曜日のガツくなあこいつ本当。えみんな何を買うの逆に。何を基準にしとるか教えてほしいわ。前走やな。まあっていうかギターソロ。おい、俺ぶっち色持ってたんやけど。やばいやんこれ。ケツ？エルデンリングやこれ。うん。俺なあのなぶっちゃけて宝塚はソウルレーサーまぐれやけど、ブローザフォンはもう一着固定やったから。もうずっと一週間前から。赤城を思い出すわこれ。じゃーん。いや、的中率は一緒ぐらい。協定は、あの、まあ、あえて的中率より、あの、またかまたギターやん。いや、協定の方が的中率ええな。ほう。うん。払い戻しが少ないだけ。協定も当たる気せんわ。協定なんか作業芸やで。誰がやっても勝てる。でも大したことないやろ。いやからイン逃げイン、インから買うやつで1,2,3 買っとったら当たるやろ。いやいや1からイン、インから買ってもう6通りぐらいでずっと12レースまで行ったらええけど、途中でみんな無理になるんやって精神的に。やめればもうじゃあ協定お前ていうか馬なんかインとか関係ないんやから。確かに、うん、もうあれですよ。っていうか前走とか前々走の VTR 見て次の相性見な。あれ当たらんで絶対競馬。いやそんなん見んでも当たらんけん。いやあれ見なあかん絶対。もう調教とか追い切りとか見んでええから。それが違いか、うん、俺とお前の、うん、そうそう、協定はすぐぶち込みたくなるね。もう何を外から
金を、うん、金っていうか変な出目を。いやもうスロットの方が勝てるし、スロットは無理。いやて運で勝てるし、やり方が分からん。運でも勝てん競馬は。スロはどうやって勝てばいいか分からん。スロットは簡単よ。マジか、5スロ。いや10、20スロですけど。何をやるの。置き時きよ。けどみんな全天井悪くない。天井は踏むもんやと思ってる。だからよ、だから200とか300絶対回さなあかんよ。300じゃないか今時。ええや別に。どうやって勝てるかよう分からん。平和のかけ方がバード星人にもいさめられる始末。うん、確かにその通りかもしれん。まあ掛け式の問題もあるな、ひろゆきは。年間式見てないだろう。だってもうこれもうおあれしかないやん。よし、もう やめるか。つけろ。もうええ。もうええよ。もうええ。消音にしとけ。いや、もうええか。もうええわ。別に。貸せ。わかった。お前はもう、じゃあお前の将棋に。俺にコントロールを持たせたの。お前の将棋にかけるわ、俺は。ありがとうございます。あ、ごめん、間違えた。音楽フェス。あとで大事です。え、なにこれ。え、これあれやん。プレステの方になっとる。プレステやる。やらねえよ。なんでだこれ、お前。お前なんか押したやろ。何も押してないし、押すとこも知らんし。いや、押しとんやん、これ。押すかよ、俺が。待てよ。あ、おはようございます。こんにちは。ジャンペイ君、元気だった。元気よ。ああなんか今日あれ行くの、うち。どこ。田んぼ。田んぼじゃないの。田んぼ、おいかへんかへん。あ、そう。うん、閉めとけ。まだ稲刈りはあと夜勤なついてないだ。あ、そうな。うん、二人が遊びよ、うん、遊びよるよ。ひろゆきがちょっとね、せや飲ましてくれないんで。いや、飲ましとるわ、めちゃめちゃ。まあ、遊びよね。はい、タコハイ。やっさん、やさすぎるんか。遊びよる。え、おいちゃん、おいちゃん、やさすぎる。遊ばしてくれるおじ。40歳おじを遊ばしてくれるおじ、優しいな。やめろ。